はい、始まりました。こんばんは。なんか、とりあえず、石黒さんの音声もオンにするが、まだおそらく石黒さんは喋り始めないという感じですね。はい、こんばんは。私、画面左側の大原澄人と申します。漫画家でございます。今晩はですね、天国大魔教、いやそれでも街は回っている、それ街ですね、木曜日のフルット、などなど、その他短編集たくさん書かれています。石黒正和先生とですね、対談をするということになりました。今あの石黒先生はあの声を出さないようにしているだけで、音声は入っているのでかすかにカサカサと音がするかもしれませんが、でこれの経緯はですね、まあでもなるべく早く話し始めますが、これの経緯は、押切先生、押切蓮介さんという方がいらっしゃいまして、この方がですね、なんだっけ、ヘルプ調べよう。あ、ヘルプって俺に言いました今。あ、一応そうです、はい、すいません。いや大丈夫です。ハイスコアガールですね。ハイスコアガールが代表作です。僕はなんかそうです。僕の悪いところがですね、緊張すると人の名前とタイトルを全部すっ飛ばすっていうのがねありまして。あ、俺もです。はい。これがはい僕の、弱点ですね。ジーニーアースが、打ち切られたことでも有名な、はい。あの押切蓮介先生ですね。この打ち切りのその瞬間を動画に、あ、音声に撮って動画配信したというこの漫画家強者の、強漫画家の、押切さんがですね、大原澄人と石黒正和の、トークを聞きたいと。で、押切先生は漫画家配信がないと死ぬという体の持ち主であることなどから、押切蓮介に捧ぐというような意味合いもありまして今日やることになったという建前がありますが、はい、建前もありますが、私も個人的にめちゃくちゃ話したかったという、はい、ことでよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、石黒正和先生でございます。もう自己紹介を、しようかなと思ったらしてもらってしまったんですけど、はい、大原さんの配信で時々あの後ろの本棚にあるのはそれ待ちですかって聞かれますよね。はい、聞かれます、うん、それの作者です。はい、それ待ちの作者というと一番有名であろうと思います。それ待ちの一人しかいないですからね。はいということで、先ほどツイッターにですね、なんかこう今回のテーマというのを、まあ、僕は掲げたんですが、俺は今後どうしたらいいんだ、石黒さんはどうやってきたんだというテーマがあるんですが、これは話のテーマというよりは今回の石黒さんとの、まあ、ダベリですね。今回はもうダベリでいこうと思っています。そのダベリの中で私が獲得するなんかこう答えということになります。なのでこれについて話すわけではないということですね、うん、はいはい。じゃあ早速話し始めます。はいな、あ、でもそうだな、テーマからだって、まあ、とりあえずあれですね、なんだ、しりとりがしりとりから始まるのと同じような感じで、ちょっとテーマから、テーマの話題から結局
話していこうかしら、ね、はい、なんか取っかかりがないと。そうですよね、うん、その私はこうめちゃくちゃ怖がりなんですよ。でこれちょっと今、うん、テスト通話を石黒さんとしてたんですけど、石黒さん、あ、ちなみに石黒さんとはあの会って話したこともあるし、2人で探検をしに行ったこともあるんですが、はい、その説明も後でしようかなと思っていた。あ、いいですね、はい、おいおい、探検なんですが、まあ、私はこうめちゃくちゃ怖がりの人間だと、元から。で小さい頃どっかに行くっていうことになって、家族旅行とか言っても金沢に行くよみたいなこと言われると、金沢って何、怖いっていつも聞くような、そういう子供だったんですね。そういうエピソードいつも親から聞かされると。で、今の私が一体何に悩んでいるかっていうのを先ほど石黒さんにしました。それはどういうことかというと、今両親、私の、実の両親は、健在なんですが、実のというのは、私の、旧姓は土屋というんですが、今は私は、大原という名前でして、まあ、あの親戚の血縁関係、血のつながりのある親戚の大原家に、私は20歳を超えてから養子に入ったんですが、まあ、実の両親はまだ生きてると。でその2人が、今弱い65デコボコ、だいたい安野さんとかと同じぐらいの年ですけどにして、体が元気のまま、地方が来たらどうしようとか、でその体の元気な、地方の両親を介護して、祖母2人を介護してみたいなことをしながら、家が丸焼けになって、で私の仕事は代わりが誰も務まらないので、私が漫画を描かなければ収入はなく、今貯金をクリック数しながら、両親が85とかで他界するとして20年で、私が今29歳なのでだいたい50歳になって、50歳から漫画家として再起できるかというと、そんなことはできないだろうみたいなことを考えて恐怖しているという。ことですね、そういうのを、はい、そういう中にあって、私はこうあの中堅漫画家というものにちょっとこだわりがありまして、あの一発屋というののその次のステップに中堅漫画家というものがあるんですが、これがあの大物漫画家ってなると、なんかもうジャンプ作家でもう一作にして何千万部のヒットを出して全員名前知ってるみたいな、そこを指してるんですけど、で中堅漫画家というのはそれ定義が非常に難しいんですが、あの知ってる人はめちゃくちゃ知ってるみたいな、うん、その漫画読みはまあ名前ぐらいはもちろん聞いたことがあるみたいな、そのあたりを中堅としていて、そういうその中堅クラスも大勢いるわけですが、そこに私がなれるのかどうかなんていうことも石黒さんには教えていただきたいという、あ、教えていただきたいって言ってなれますとかいう話ではないんですが、はい、いやもうあのね、はい、もうなっていると思うんだけどね、もうそこはそれがそのそっか始まりましたね、今回のラジオが。そうですね、これね、始まりましたね、はい、本人がどう思っているかによるからな、はい、うん、俺もそれ待ちの7巻が、はい、7巻が出た頃だったかな、はい、出るまで自分を漫画家だと認められず、なるほど、漫画家ですって名乗るのが恥ずかしくみたいな7巻だったんですよ、はい、7巻それはなぜ7巻を突破したんですか？なんか7巻、はい、7巻が出た時に、はい、なんか感覚でふと、もうそろそろ名乗ってもいいぐらい頑張ったかなって思ったんですよ。わあ、ちょっと7巻よ、もう。7巻までもう一回読んでみよう。内容なのかな？内容はあんまり関係ないような気がするな。そうか。石黒さんあれですよね、それ待ちって連載のと同じ収録の仕方してないですよね、はい、あ、そうですね、ちょこっと入れ替わってたりしますね、はい、あ、そうか、ちょこっとなんですか、はい、そうかそうか、
いや、なんかびっくりしたんですよ、ね。ほぼほぼ、はい、連載の順番通りになってると思います。なるほど。へえ、いや、面白いんですよ、皆さん。その、それ待ちっていうのは、おおむね、1話完結みたいな話が続いていったりとかするんですけど、その連載してた時の順番ではなく、こう、少し入れ替えたりとかして、その単行本を作っていくというのがあって、あの後書きとか読むと、今回はこういう単行本にしてみましたみたいなことをちょっと書いてあったりとかするんですよね。そうそうそうですね。そのテーマと、うん、はい、ちょっとずれちゃった話が混じってると、はいはいはい、はい、外して、あー、テーマがまとまるように入れ替えたりってしますね。いや、すごいな。まあそういう、もう面白い、はあ、突破できるのか。いや、なんか僕はまだその、まあ石黒さんは7巻までにどれだけ短編を書かれてたんですか？短編、はい、石黒さんといえば短編も書く作家という、あ、かなりマニアックな、はい、読まれ方をしている人の感覚ですね。あ、そうなんですか。そうですね。あれとか まあ確かになんか連載を始めずに、はい、なんかうろちょろうろちょろいろんなところで短編を書いてる期間が長かったので、うんうんうん、確かに短編多いかな。なんか、うん、まあ短編集のような単行本一冊で完結するものもいくつか持っているし、3冊ぐらい書いたかな、はい、いや、4、5、6ぐらい出てますよね。それ俺の本ですか？はい、よいしょ、下天狼と、ああ、一冊分のやつも含めると、そうですね、あ、そうですね、はい、一冊分のやつも含めるとですね、そう、短編集っていうのは、2つなのかな、ポジティブ先生とかには、もう完全に石黒正和短編集2って書いてありますね。そうですね、はい、プレゼントフォーミーと、はいはいはい、ポジティブ先生と探偵北野の3冊かな、うん、はい、短編集は。あ、なるほど。京子と父さんがあって、ね、ああ、あったな、忘れてた、はい、眠るバカを覚えてたんだけど、はい、眠るバカ、京子と父さん、はい、眠るバカと、下天狼がちょっと今手元にないっていう、一軍はいつもどこかに行くっていうのがあるのでよいしょ、はい、というような感じの、まあ、作家ですよと。でなんか僕はまだ一作しか書いたことがないので、この映像研には手を出すなのヒットというのを、うん、統計めいたものによるその手応えというのをこう手に入れてないんですよね。 そこがちょっと僕の経験的な浅さがあって、あ、映像研はヒットした、なぜかヒットしたけど、次の作品に僕なんかこう誰か手に取ってくれるかどうか分かんないみたいな、その例えばその女の子が、まあ、また次の作品にも出てきます、ドタバタしてて明るくて楽しいですっていうことだったら手に取ってくれるかもしれないけど、僕が書きたいなんかこうもっといっぱい人が死んじゃうみたいな、なんかそんな、もう僕が素で書くと、素の状態で筆を取るといつも暗い話を書くみたいなところ、その暗い話では、誰も見向きもしないのではないかなどもあり、僕の作家性をこう読者たちがどこに見出しているのかなど、うん、そういう怖さありますね。あ、なるほどね。はい、あー、ね、はい、とりあえず、はい、映像研の当たり方っていうのは、はい、まあすごいもんで、ほう、もう、この一発で
頬骨が折れるぐらいの当たり方をしているので、ほう、作品を、映像系には手を出すなっていう作品としても、作家大原澄人っていう名前もすでに轟いてしまっている感覚がするんですよ、はい、なるほど。これからするとただ、大原さんは常に、常にテーマを持って哲学をし続ける人なので納得しない限り納得しないのは、分かっているので、何かしらこうその辺のことをね、話していけたらと思うんですけど。なるほど。ただ、ただし僕はなんかその自分が、自分のことを客観的に見れてないだけだというのもこう分かっているつもりで、なんか最近人にもらった言葉でメタ認知というのがあるんですが、自分をいかにそのメタ的な視点で認知するかみたいなことなんですけど、なんかそれを入手しようとして、人から私への印象を聞くという行為を、繰り返してる。でその一環としてこれはもう石黒さんに聞いちゃえっていう、かもう相当影響を受けた作家であるところの石黒さんに聞いちゃえっていうそれめっちゃわかるんですよ。俺も全く同じ感覚に陥っていた時期があって、岸辺露伴のヘブンズドアは誰の心も覗けるけど、自分だけはわからないみたいな。なるほど。まるであれみたいに、自分のポジションっていうのがどんなものかさっぱり分からなくて、ふわふわして困っている時期があったんですけど、その時に、冒頭で出てきた押切さんを意識して、これ多分世代的にも、なんか作品の売れ方的にも、だいたい押切さんぐらいなんじゃないかなっていう。なるほど。それでまあものすごく押切蓮介さんを俺の中で意識するようになってしまったんですけど、そういう、似た感じのする人を見つけるっていうのも一つの方法かなと思います。まさしく石黒正和だな、それが。いや、なんかこう、この間もツイッターのやり取りでちょっと面白いなと思ったのが、僕がその、映像系の連載が終わったら、誰かのアシスタントをやる、あるいは、編集者に一回なるっていう、バイトでもいいからっていうのをツイートしたら、そしたら、それ全く同じことを俺も考えてたって、石黒さんからリプライが来て、で、ある時は、石黒正和のアシスタントを、背景アシスタントをやるために石黒さんの背景でも練習するかって言ったら、そしたら俺も大原さんの背景を意識して、パース取ってたっていう話しましたね。そうですね。これはちょっとかなり似てるところがあるのではっていう。そうですね、なんか似たタイミングで似たことを、そうですね、考えている。いやー、だからね、今回このトークをするにあたり、天国大魔教石黒正和さんのですね、このサムネのところにも出てますけど、天国大魔教をですね、また一巻から読み直したんですよ。そうしたらね、これがね、自分が書いてるみたいに疲れるんだいやー、なんかこううーっとか、もう一箇所爆笑したんですけど、そのこれがどこだったのかもう忘れてしまった。それ聞きたかったのにいや、そうですよね、作者としてはその気持ちは非常にわかりますが、いや、本当にね、多分ね、石黒さんがそれを笑わせようとして書いたところかどうかも怪しいんです、そこは。
それだけ覚えてる。なんで俺こんなところで笑ってるんだっていうのと、いやこれこの笑ってることを石黒さんに話した時にそこで笑うんかって言われるかもなって思ったところまでは覚えてます。あとでまた、あ、きついな、どこだろうな。どこだったかな。いやそのまま読み進めてしまったので、いやそんな本当、いやこの人は一体何を考えて漫画を描いているんだろうかみたいなことも非常に気になってだな。なんかこう月並みな話で言うと、これは結末まで考えて、書き始めたんですかってよく聞かれると思うんですけど、そこはいかがなんでしょう。ああそうですね、もう結末まで一応考えてから書き始めるんですけど、はいはいはい、俺もどの作品もそうなんですよ。あそうなんですか。へえ、はい、あの心配性なので、はいはいはい、最後まで考えてないと書き始められないんですよ。おー、なるほど。それはどれぐらいの期間で最後まで一旦考えるんですか、連載準備の段階。そうですね、連載準備の段階で、はい、だいたい大雑把に言うと起承転結みたいな、あーはいはいはい、例えぐなら4つのエピソードで、はいはいはい、あーなるほど、第1章第2章第3章第4章みたいな、はい、なるほど。で完結みたいな、例えばそれ鉢だったら、はい、1回死ぬ、はい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 、それからすげえ1回死ぬあれに持ってくるのやべえ。はい、1回死ぬのと、はい、コン先輩が、はい、卒業というか引っ越しする、はい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 、それからクレイジーな女教師事件、はいはい、でからあと亀井戸静香、はい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 、でなんか最後小説家死亡みたいな、はいはいはい、なんかいくつかこう、なるほど、柱がポン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 って考えたって、こんな感じで、全4巻ぐらいにしようかなって最初思ったんですけど。そうそう。でまあやり始めたら、はい、もっと書いていいよって言うから、その起承転結の間に、はいはいはい、どん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 こういろんなものを打つみたいに、そう挟んでいったんですよ、はい、なるほどな、そうだったのか。ふるっとすらそうですよ。ふるっとすらそうなんですよ。はい、それがやばいんだよな。いや、やばくはない。そうか。いやー、いやまあでもフルットも話は進んでますからね、キャラクターも増えていくし、ね、はい、街の中でどういう風に戦いが起きるかとかも、はい、ありますし、そうものすごいタイミングが悪いタイミングで戦争の話になっちゃって、はいはいはい、はい、その話も聞きました。それは押し切り先生でのそうかですけど、はい、なんかここ1ヶ月ぐらい辛かったな。はい、いやそうですよね、そういう、いやそういうのあるよな、そのタイミングの悪さありますよね。はい、そうか。いやでもなんかその例えば詳細なところで言うと、そのこのキャラクターのこのエピソード、実はこいつが何だったみたいなやつ、うん、その前後を入れ替えてとか、後で判明するこのエピソードで過去のこいつがあれだったことがわかるみたいな、うん、そういうのってこうもうちょっとその起承全体、物語全体の起承転結よりもうちょっと詰めてから書かないといけないじゃないですか。そうですね、はい、確かにな。そういうのなんかクソ大変、なんかこうスケジュール的には1話分のスケジュールしかないのに2話分考えとかないといけないみたいなことが起きるじゃないですか。起きますね、確かに、うん、はい、クソ大変ですね、確かに。それは大変だということで、はい、大変だったって大変という自覚があるし、はい、なんでこのスタイルを選んでしまったんだろうっていう後悔というか、もう修羅の道を行ってしまったなという。なるほど、そうかそうか、うん、大変だで終わってるわけですね。なるほど、はい、そうか、皆さん分かりましたか、大変だ
っていうことだそうですどうやってるんですか。あ、それはですね、こういう風に作っていてとかではなくて、大変な思いをしているっていうのが答えですそうですね、はい、大変なご苦労なさっております。書いてるとき自分でもよくわからないんですよ。はあ、読み返して、はいはいはい、これよくこの構成 してあるなって思ったりしますねだとするとそれはすごいなそれはあれですね、なんかこう脳のメモリーがものすごい働きをしてますね。すごいな。いやなんか僕もいや読み返、僕自分の漫画読み返すとめちゃくちゃ苦手で怖くて読めなくて、あ、果たして今まで書いてきたストーリーがまともにこうまとまりがあるのかどうかあまりよくわからないまま進んでいってるんですよね。怖いな。その、はい、その話も、はい、まあ、したいなと。おお、じゃあもうここからそのうちそこに入りますか。はい、まあ、なんか急な話になるけども、はい、映像犬の、はい、このすごい面白さは何なのかなっていうのを、この大原さんの悩みの回答にもなるので、はい、ちょっと考えていたんですよ。はい、でまあそれイコール多分大原さんの作家性でもあるなと思って、はい、ありがてえぞ、はい、ねまず、はい、しっかりしたストーリーがちゃんとあって、うん、心当たりがない、はい、俺がすげえなと思った話がはい、ロボ犬と、うんうんうん、ロボットアニメの話で、はい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 、あれとか、まあ、みんなすごいと思ったんですけど、うんうん、人型ロボットの葛藤みたいな、はいはい、あるあるを面白くやりつつ、うんうんうん、創作の葛藤、創作の葛藤と、はい、二足歩行ロボットが、はい、果たして実用的なのかという葛藤など交えつつはい、はい、やりつつもさらにのところが、はい、ちょっと自覚してほしいところなんですけど、はい、時間が進んでいく描写がものすごくうまいんですよ、大原さんは。ほうほう、はい、自覚がない、はい、例えば、はい、冬の物質でコツコツと作業しているときにこうストーブの上でお湯沸かして、はい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 、金森氏はこう即席屋根みたいなのを毛布で作った下でなんかカタカタやってて、あ、そうですね、はいはい、みんなの黙ってカリカリ書いてるから、この今この物質の中はこの金森がカタカタ叩いてる音とか、はいはいはい、ストーブのこうブーっていう音とか、はい、そのうちお湯が沸く音とか、なんかそんな音しかしなくて、はいはいはい、寒くて、それでこうコツ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 時間が進んでいる的な、はい、なるほどね、描写とか、はい、あとあとカッパを探すって言ってこう探検しているところとか、はい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 、何かが同時に起きているけれども、うん、この子たちは、まあ、マイペースに日常の、探検をしたり、まあ、音の収集に行ったりしてる、うんうんうん、裏で何かも進んでいるみたいな、そういう描写が ものすごい上手いので。なるほど、これっておそらく映像犬じゃない作品を書いても、はい、全然普通に大原さんという作家についてくる要素だと思ったんですよ。そうですね、そうですね、うん、そうですね、今なんかメモ、はい、それにその解説をメモしようとしたんですが、
音声として残るので不要だということが判明しました。はあ、なるほど。そういうのは大事だな。はい、メモしておこう。そうそうそう、大事なんですよ。はい、最初の、最初の映像研では多分意識的に抜いてたと思うんですけど、はい、授業中の風景とか、あの、各家庭の、食卓だとか、はい、割とこう高校生に当たり前にあるものをあえて抜いてるじゃないですか、最初。そうですね、はい。それが、徐々に出てきて、あの、はい、どこだっけ、あの、金作る話の時だったかな。はい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 。あの、金森さんの朝の、シーン出てくるじゃないですか。はい。自宅。自宅。朝起きてきて、おはようって言われて、あ、なんか、はいはい、ありますね、適当な返事をして、学校って椅子に座って、はい、なんかパソコン見てみたいな。そう、ぼんやりして朝を迎えていたら、パッとパソコン見たら、うんうん、数字が動いてるぞっていう、あのシーンめちゃくちゃいい、めちゃくちゃいいやん。あのめちゃくちゃ良さって、自宅っていう普段のシーンに、はいはいはい、挟み込まれるところにすごいこう、緩急と緊張感差し込まれてすごいグッとくるんですよね。なるほど、うん、こういうのはずっと書いていたいんですよね。そうですね、俺もそういうのずっと読んでいたいし、はい、うん、なるほど。大原さんがそういうのをずっと書いていたいという、欲望を作品にぶつけている限り、はい、それをずっと読んでいたい読者がずっとついてくると思うんですよ。なるほど、ありがてえ、なんかもう、ありがてえ、よしよしよし。よかった、これ、一つ伝えないとなと思ったところ。いや、ありがてえな。ありがてえな、金森氏。朝のシーン。と、数字爆上がり。のとこ。ああ。うん。良かったと書いておこう。なるほどね。はい。これを使えばいいんだな。おそらくあの、はい、意識せずに普通に使ってるんですよ。はいはいはい、そうですね。うん。夏のシーンもものすごく良かったし。夏のシーン、あのみんなで、なんかかき氷食う。あ、そうそうそう。はいはいはい、かき氷食いにかき氷食べるっていうところの、はい、より少し前から始まる夏の一連のシーンがすごく良かったし、あ、しかもあれ、はいはいはい、アニメの中の夏のシーンと連動してる、ね、これか、これ、そうだな、これ書けるな。書いてていい気持ちになってるところですね。うん、わかります。よかったー。解決しつつあるぞ、悩みが。うー、なるほど、うん、もうちょっと映像系にゆったり描くか。そうですね。うん。なんかこう、あとね、はい、はい、なんすか、なんすか。いや、なんかゆったりその空気感とか、その時間経過とか、その一瞬のなんかこう、何みてえなのを書くのはすごい好きなんですよね。ただこう、物語を進めた方がいいなと思って、うん、それをいかに圧縮するか、あの、省くかではなくて圧縮するかみたいなことをいろいろ試行錯誤していたんですが、まあその結果生まれるいいものもあると思うが、うん、そうか、もう少しゆったり書くという手もあるな。そうですね、今もうあのゆったりしても大丈夫な感じですしね、はい、映像研の、うん、当たり方ですね。そうですね。あとね、はい、あの、大原さん独特のパースの取り方で、はいはい、こう、これの、あの、大原さんのこの自由なパースのすごい利点として、はい、
書きたい雰囲気みたいなものを書けるんですよ。そうですね、それはありますね。はい、あの俺がやってるあのカチコチパースの取り方だと隣のマンションの屋上にある給水塔とか、あのマンションとマンションの間に走っている電線を描きたいのに画面に入らないっていう、はいはい、ありますね、はい、それをぐーっと、圧縮というか、言葉が悪いといい加減になるんですけど、はいはいはい、いい加減なパースの取り方をすることによって入れたい雰囲気全部入れられるじゃないですか、はい、要するにキュビズムみたいなことですよね。はい、そう、キュビズム、キュビズム、あの美術系の大学を出ているので、またあの話がややこしくなるので、あ、はい、そうですね、まあ、確かにキュビズム的な、そう、なんか僕はあれをキュビズムだと理解してしまってるんですよね。ある面とある面を、キュビズム、要はあのデフォルメの方法みたいな話なん で、ね、合ってる、合ってます、はい。ある面とある面を同時に描くっていう、そうです、はい、だからこの大原さんが入れたいから入れている背景の良さっていうのも伝わるし、あのわざわざ窓の外に隣の家の壁に設置されている室外機とか配管まで描くじゃないですか。これもわかるんですよ。こういうの大好きだし、大和さんも多分好きだから書いているので、はい、でこれについてはなんかそのさらに一個先があって、はい、なんかこうこういうのいいよねっていう人がいるよねっていうのを書いてるんですよね。あ、多分その大和さんもこういうのいいよねっていう人なんで、はい、そうなんですよね、はい、それはそうなんです、うん、だからこれはちょっとしたギャグみたいなのが入ってて、あの浅草市が窓の外を覗いているっていうその姿をあの窓の外側から浅草市を撮ってる。で、はい、ここで何がいい眺めだと、そこで浅草市がおーいい眺めじゃって言ってるんですけど、その次のカットで、うん、あの浅草市が何を見てたのかっていうのがちらっと映ってるんですけど、もう完全に壁なんですよ、ね、それがこのマニアかビルの壁と室外機だけ映ってるっていう、これがちょっとしたギャグになって、でもこれでいいよねっていう、そう、ああなるほどね。なるほど、わかりました。わかりましたとはって思って、いや、あの浅草市じゃないけども、はい、やりたいようにやるのだったと思った。やるのですね、そうですね。いや、でもなんか今日僕が天国大魔教、いや別にこれはあれですよ、皆さん、あの漫画家が褒め合うためのあれじゃないですよ。これは悩みに対するアンサーを石黒さんがくれているのであって、そうですね、こうあの褒め合うためのあれではないんですが、まあ、まあ、あのいい部分はいいと言うというのはかなりこう重要なことなのでありがたく受けております。今日天国大魔教を読んでいてすごいと思ったのは、でもそれでもパースでしたね。その石黒さんの書いたそのパースのそのやばいところがあって、まあ、ある施設の中であるキャラクターがこうピョーンとこう階段の上からあの踊り場みたいなところからあの下に飛び降りるんですよ。すごいアクロバットの動きで、アクロバティックな動きで、でその時にその施設内の天井が映ってるんですけど、その天井の構造がね相当いびつで、しかもあのすごい線が入ってるんですよ。で、あ、はい、天井自体はただ直線の、凹凸がピーッとこうあの一方に向かって走ってるだけなんですけど、その、ちょうど壁と、天井のその付け根のところが斜めになってるんですよ、ね、そうそう、斜めにつながってるんですよね。でその斜めの壁と天井をつないでるその斜めのラインも、ものすごいたくさんのその、直線でこう
折れてるんで、でそれを見上げた角度で、描写されてるんで、その斜めのところにもパースをちゃんと当てがわなきゃいけないっていうのがあって、そこがねちゃんと書いてあってね、うーわーめんどくせえすげえって思って僕はそこを見てました。でもああいうのはめちゃくちゃ僕は見ててやっぱ気持ちがいいんですよね。でそのあのパースなんかどうでもいいやと思ってるわけじゃなくて、なるべく整合性があってやるっていうのに僕はかなり重点を置いてるので、うん、俺はひたすらあれから解放されたくて、はいはいはい、大原さんのパースはいいなって思うんですよ。なるほど、はい、そうですね。でも結構ああいうのも、まあ、僕の時もあるんですけど、ある場合はどうしてもパースをちゃんと参照しないと整合性が画面の中にずっと違和感が残り続けるっていうのもあるんですね。さあさて、若干この今後どうしたらいいんだというのと、石黒さんはどうやってきたのかっていうのも、まあ、なんとなくつかみつつあるんですが、石黒さん側から何かありますでしょうか。まあこっちはこっちでメモがたくさんあるんですが、ああ、はい、そうですね。はい、大原さん、これは一回ちらっと LINE でも話したことが実はあるんですけれども、はいはい、大原さんの、作家性っていうのは、うんうん、浅草市なのか、金森市なのかっていうテーマが俺の中にあって、なるほど、はい、難しいですな、はい、そうですね。それを何だろうな、俺が思っている感覚を、うん、一旦大原さんに自覚してもらうとちょっと今後の、考え方の参考になるかなと思ったので、それはぜひ聞きたいですね。したいんですよ。大原さん普段の、ツイッターや配信で、自分は結構金森氏に似ていると言ってはいるけれども、はい、俺は多分作家性としては、はい、浅草市っぽくて、うんうん、大原さんがリップサービスって言うと変だけれども、はい、スタイルとして、はいはい、とか、あと自分が思っていた以上に、うん、漫画で収入を得てしまったことに対する罪悪感から、うん、金森氏という、はい、がめついキャラクター性も、はい、持ってますよみたいなスタイルをしていくんではないかなと、はいはいはい、なるほど、勝手に俺は思ってて、はい、でまあおそらく自他ともに認める大原さんの作家性っていうのは、浅草市みたいな、うん、やりたいことを、結構直感でやっていくタイプなのではないかとこの間まで思ってたんですよ。うんうんうん、なるほど。なので大和さんはその自分の中の浅草市的な感覚を信じて、はい、やりたいようにやるべきだって思ったんですけど、はい、その後ふと、はい、大和さんが長期連載、休載か、長期休載した時の話を思い出しまして、はいはいはい、で大和さんってアニメ化ぐらいのタイミングの、はい、ここぞ稼ぎ時っていう時に、はい、無期限の救済をしたじゃないですか。そうですね、はい、アニメ化直後みたいな、はい、はい、あれって、はい、一見浅草市のような、はい、直感型作家性で、はい、わしは今書けないものは書けないんだよって言って休んだように、はい、見えたんですけども、はい、よく考えると、はい、大原さんは、ここで1ヶ月休みをもらっても、はい、その日数を消費した時にまたネームの期間がやってきてしまって、うんうんうん、その時にまた書ける気分になっているかどうかわからないっていうので、はい、
思い切って無期限に休みをもらったっていう話をお聞きしまして、はいはいはい、そうですね、うん、この冷静さと、はい、目先のなんだろうな、仕事を取らず先を見越したやり方って、うん、あの浅草市じゃなくて金森市だなと思ったんですよ。だから実際大和さんの中には確かに金森氏はいるなと思ったんですね。はい、なるほど。で、おそらく今後、はい、何かこう節目節目で、選択肢、作品に対する選択肢がこう来ると思うんですよ。例えば、うん、予定していた映像圏のストーリーが大体終わって、うん、終わってきてあと一冊で完結かもしれないって、はい、時が来るじゃないですか。はいはいはい。で、担当にも次の巻で終わりますって言おうかなって大原さんが思っているとするじゃないですか。はいはい。その時にそれって浅草市的な判断で、うん、わしの映像権はここで終わりなのだよって思っているのか、はい、金森氏的な判断で、はい、映像権を、名作として末永く売っていくためにはここで終わるべきだと思って、はいはいはい、判断していて、浅草氏的にはまだまだ書きたいことがあると思っているのか、どっちの割合が大きく、その時の判断をしているのかっていうのを考えてみて、うんはい、2人ともの意見が半々ぐらいの気持ちを、はい、おそらく取っていかないと、はい、またなんか辛いことになるかもしれないなと思いました。なるほどな。まあそうですね、それは大事ですね。なんかその長期休暇を取った時もあれはもう完全にその自分のマネジメントを今まで学んできたから、自己マネジメントを学んできたから、まあその決断に至れたっていうのはあるんですけど、まあ本当に体調を崩していて、でまあまあ、ざっくりとうつ病に近い状態、抑うつ状態になって、でそれが身体症状にも現れたので休むっていう、でそこに知識として、まあ、知識と経験として、タイムリミット、休暇のタイムリミットを設けるとそれに焦って回復できないという知識があったので、そこはもう速攻で休む判断をしたんですけど、その時に自分の中で念じていたのは、漫画家じゃなくても描けるとか、金を、まあこれはまあ仮に当たってた、その時は作品は当たってましたけど、まあ一瞬当たったんだからそれでよしとするとか、今ここが稼ぎ時なのは分かっているが、ここで無理をしたら一生何もできなくなるぞみたいなのは念じて休んでましたね。結構葛藤はあったんですけど。あったでしょうね、はい、でもその葛藤を抱えたままだと絶対病状は良くならないので、それはそこはそこ休みましたね。あとはもう最近の現状では浅草市、金森市でいうと金森市の割合が強まってきている感じもちょっとありますかね。ああ、はい、ちょうどいいじゃないですか、さっき言ってたみたいに書きたい部分をゆったり書いてみるっていうところでこう、はい、そうですね、少し浅草市の割合を増やしてみるってもね、書きたい割合で浅草市の部分を爆発させた回で言うとどこだったかな、第
4週くらいだったかな。あのソワンデと金森が、ああ、はい、ここ面白いよね。対立するという、して2人で話すっていう、ここは絶対これ書きたいっていうのがあって、なんかこう、うん、確かにこの話めっちゃゆったり書いてますよね、はい、そうなんですよね。もうずっとただただ本当にさっき石黒さんが言ったあったかい空間を金森氏が作って、そこの中でとか、鍋にストーブに鍋置いて湯沸かしてとか本当にゆったり書いてるのは、もうこれ書きたくなってたまらなくなったんで書いたっていうことなんですけど、セリフも極端に少ないし、うん、これ書いててよかったんですね、これ本当に。そうですね、これ、はい、これめちゃくちゃ好きだわ、この、この話。ありがとうございます。そう、これね、そう、これはサクサシ爆発してますね。うん。で最近はでも、なんかね、あの、そう、で、その後に第5週出たとか、そあ出ねえとか、そんぐらいの時に休んじゃって、で、うん、休むに至って、そこで、あの、自分が社会からどう評価されてるか、読者からどう評価されてるかっていう、その、読者からの、反応が1年ぐらい途絶えたんですよ。はい。で、そこで、そこで浅草氏自身の悩みっていうのも漫画の中に発生してて、自分が書いたものが果たして読者じゃない視聴者に伝わってるのかっていう悩みがずっと書き続けられるんですよ、その後。うん。で、あの浅草氏はなんか今まで書いてきたタヌキのエルドラドとかって、なんかあれって内容意味わかんなかったよなみたいなことを言い出すというか、それがその作品の中で判明する。で一番最初に書いたその、マチェット、そのマチェットを強く握れというその短編も、これ一体何の話なんだみたいなことにすごい悩み続けるし、時計塔で鐘を鳴らすうんぬんかんぬんの作品も、え、あんなのなんかもうわし自分で書いたけどストーリー忘れちゃったよみたいなことを言い出したりとか、うん、なんかこう何もかも浅草市視点で過去にやってきたことが何だったのかあんまよくわからんみたいな状態になっていくんですね。それはまさしく私なんですけど。で第6週で声優を出してちょっとしたドタバタをやったら、うんうん、読者にめちゃくちゃ受けたんですよ。あ、そうですね、うんうん、面白かったって言われたんですよね。うん、俺もツイッターで感想書きましたもん。はい、ありがとうございます。なんか第5週では確かに誰ばがあったと自分でも思ってるんですけど、なんかその第5週はあんまなんかどうだって思ったんだけど、第6週で戻ってきてよかったみたいなことを言われたので、そこで今度は金森氏に火がついたんですよ。そうか、これが売れるんだみたいな、これが当たるんだみたいな。ああ、なるほど、方法論と、はい、してのね、はい、そこに火がついて、今ちょっとその浅草氏が沈静化しているという、あの、はい、金森氏が浅草氏を操っているような状態になってるんですね。そうですね、それがありますね。で、まあ、その結果が、まあ、今度出るんですけど、第7週として出るんですけど、あそこでなんかこう若干その作家性の危機感みたいなものは確かにぼんやり感じてたのがあって、それが今言語化された感じはちょっとしますね。ああ、うん、なんかだから第7週新刊に収録されるであろう、かなり最初の方の話でいきなり浅草市のなんかモヤモヤが吹き飛んでるっていうのがちょっとね入るんですけど、うん、まあちゃんとあの理屈があって吹き飛ぶんですけど、うん、うん、ただとは言いつつも、はい、ちょっとこの間の、はい、白長すたぬきで言ってたんだ
ったかと思うんですけど、はい、ちょっと、感心したというか、まあまあそうなんだろうなとは思ったところが、浅草氏たちが作るアニメは、はい、その年齢その能力の子たちが作ったものっていうレベルに落として、はい、あえてわけわかんなく書いてる部分があるって言ってたじゃないですか。あ、そうですね、はい。それができているっていうところもすごいなと、はい、それはなんか怖いですよね。いや、あのね、はい、これ今後の大原さんの作品に、はい、結構重要に関わってくる感覚だなと思ったんですけど、はい、例えば今後大原さんが、はい、SF を書き始めたり、はい、また別のこうファンタジーな短編を書いたりするとしたとして、はい、なんかその SF だとかファンタジーだとかにこう頭がぐーっと持っていかれすぎて視界不良になってしまった時の作品をすでにこの子らに作らせているっていうこのコントロールの仕方、これがある限り、はい、なんか大丈夫そうだなと思いましたね。転ばぬ先の杖そうですね、転ばぬ先の杖っていうか、そのこれ演出として、はい、やってることなんですけども、うん、まあ、これができてるっていうことは、本人が書くときはおそらくこれにはならない、これにはならないんじゃないかなと思いますよ。ああ、そうですね。そうですね。いや、なんかこれ、なんかちょっとこれにはエピソードがあって、はい、鈴宮春日の憂鬱のアニメで、はい、朝比奈未来を主人公にした、はい、自主制作映画の描写というか回があるんですよ。はい、なんかでそれがすごい、なんか素人の高校生が作った自主制作 SF 映画みたいなのってこんなんだよねっていうのがすごいあ、そうなんだ、うまく書かれてて、なんかこのそのライティングがゴミだったりとかそういうところまでその再現度がこう高めに設定されてるっていう、でそのカメラのブレとか、なんか音の悪さとか、もちろんその VFX のしょぼさもあるんですけど、これ第1話に入ってるんですけど、第1話突然意味わかんない、それから始まるんですよそれがやばいんですけど、なんかそれを、まあ、当時僕はそんな、なんかあんまりなんだこりゃというぐらいの見方だったんですけど、まあ、うちの姉が、うん、これはやばいって言ってて、これこの表現本当にやばくて、この下手くそな感じをよくアニメでやろうとしたなみたいなこと、すごい評論を家でしてて、あ、そうか、これはすごいんだと思って、でなんかそれに影響を受けてたので、なんか高校生が作るアニメーションのクオリティとしてはものすごく高いものを確かにやってるんだけど、こいつらにも限界があるよは絶対どっかの線引きとして作っておきたいっていうのはそのあったんですよね、春日由来で、うん、なるほど、はい、そんなでした。意外な、そう、意外なルーツが、はい、意外なルーツ、これがほとりに書かせた、はい、ゼリーと殺人事件のクオリティの低さっていうのも、ああ、はい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 。あれ、実際に俺が高校生の時に書いた漫画をそのままほとりにやらせたんですよね。そうだったのか、そうだったのか。いや、これ、はい、はい。いやー、若い頃にはそういうものを作っておくべきですな。そんな有効活用が起きていたのか。そうですね、まあ面白かったですけどねまあ弟には結構受けたんです、はい、はいはいはい、
当時ゼリー党が、うん、はい、いや、これはまあふざけたトリックだなと思いますけど、はい、うん、高校生が書いて、はいはい、そして橋にも棒にも引っかからないであろうっていう、はい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 、リアルなラインはこれだと思って書いたんですよ。なるほど。いや、なんかその映像研の時は連載当初に、シン・ゴジラの噂が立ってて、でまだ連載準備段階でシン・ゴジラの噂というかシン・ゴジラが公開されるぞぐらいだったんですけど、その時に大原さん、じゃあどういう漫画描いてみたいですかみたいなことを聞かれて、あー、シン・ゴジラとかやるらしいんで、それのコミカライズとかですかねみたいな話をちょうどしてたんですけど、なんかまあそんな話はまあただお話口頭で終わったんですけど、なんかそういう中でその映像権を書くにあたり、その後シン・ゴジラが公開され、世間を賑わせた話題が無能なんかいらないっていう物語に無能なんかいらないっていうのがすごい賑わったんですよね、うん、そうですね、はい、でなんかこう、じゃあそれが当たってるんだったら私もその路線もちょっとトレースしつつ、まあ共感しないでもないからちょっとやってみようかっていうのが映像研にはあったので、基本的にみんなあんまり無能じゃないっていう、そう、はい、そんなのがあったりとか、ああ、それも意外なルーツですね。そうなんですよね。石黒さんはその SF の強度をどのあたりに設定しているんですか？ああ、そうですね、はい、その話もね、しないとなと思いました、ね、はい、俺実はその SF に結構コンプレックスがありまして、ほう、はい、ほう、はいはい、よく SF を、うん、書いている風に捉えられがちなんですけど、実のところそのちゃんとしたサイエンスフィクションの素養が全くなくて、うんうんうん、なるほど、あの、サイエンスフィクションを読んだ藤子 F 不二雄が書いた少し不思議とか、そっちから影響を受けて、はいはい、しかもそれ SF って全く、概念として認識していない子供の頃にはい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 、はい、ずっと読んでいたせいで、日常に起こり得ないような、不思議なことが、うんうんうん、漫画の中で起こして良いみたいなそんな程度の捉え方で書いたものが、うんうんうん、SF と認識され、そうですか、なるほど、うん、はい、そうなんですよ、はい、なんかそんな感覚で書いておるので、なるほど、まあ私もそんなんですけど、はい、うん、なるほど、だから、漫画をたと俺の、例えばの話ですけど、はい、自分の漫画の中の SF 度合いっていうのは、はい、あくまで日常ベースで、感情移入してもらう、主人公や、はい、誰でも知っている舞台を用意した上で、はい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 、起こる、非日常みたいな、うん、ラインを取りがちですね、はいはい、なんかその設定中みたいな感じのことはあんまり起きないですよね、石黒さんの作品の中では、はい、だからあのね、はい、本物の SF マインドにすごい憧れがあって、はい、なるほど、トップを狙いの、はい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 、高速で起きるロジックとか、はい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 、あと、はい、鶴田健二先生が書いたの、チャイナさんで書いた、はい、地球に、地球の引力外のところにこの輪っかができちゃって、はい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 、土星の輪っかみたいな、はいはい、これがあの指輪だみたいな話とか、はい、本物のやつにすごい憧れがあるんですよ。いやあれはでも勉強できないと書けないから俺には無理だって、はいはいはい、俺にも無理だった。
や、なんかそう、そうね、そうっすね、あれなんか本当に勉強ができないと書けない、その、SF は確かに憧れはありますよね。でもなんかそのそれができないから物理学ってそれそうなってないんじゃんみたいなこと言われそうで、めちゃくちゃ怖い領域ですけどね。そうですね、なんか僕そうか、なるほど、石黒さんのはその感じ。そうですね、まあ、宇宙人が出てきました、宇宙人だから、まあ、ビームとか打つ光線銃持ってますみたいな。そうそうそう、ね、はい、まあ、あれ、いや、あれもね、回、あの話はめちゃくちゃ影響を受けてるんだよな、私は。そうですか。うん、あれ僕がそのうさごぎっていう短編漫画を、まあ、はい、素人時代にといいますか、まあ、書いたんですけど、19歳とかで、そこで僕が意識してたのは全くもって、あの、それ待ちのその話で宇宙人が出てくる回があるんですが、あの、はい、コン先輩が、うん、あの特殊なものを拾うんですよね。そうですね、はい、ま、街でね。でそこで、一方で、ホトリ、主人公のホトリは、あれ光線銃を拾うんですよね。光線銃って言ったら、ね、はいはい、なんか物体を消してしまう、はいはい、ものを拾うんですよ。でコーン先輩は、あれって修復するメカを拾ってるんですよね。そうそう、何でも修復してしまうメカを拾ってる、はい、で、はい、コーン先輩はその謎のあのメカを拾ったことで自分がついにそのこの世界、この物語の主人公になれたって思うんですね。それはメタ的にではなくて、うん、コーン先輩にとってコン先輩が見る世界の、まあ、主人公、まあ、そういう視点なんですけど、慣れたと思うんですけど、そうそうそう、はい、実はその主人公のホトリという女の子はなんかこうもっと深くその、まあ、宇宙人のようなものと関わっているという。でそこでコン先輩がなんだなんか そのことを最終的に知ったコン先輩が、あ、なんかやっと私なんか、主人公になれたかと思ったらなんかそうではなかったのかみたいなことを確か言うんですよね。そうですね、はい、あの感覚がこれはやばいと思ってその俺だって主人公じゃねえっていうことを強く思って、それを僕も漫画にしようとしたんですよね。でそれがうさごぎという話で、それはなんかもう僕が同人誌で書いてたもので、まあ今後もしかしたら商業連載もしてやろうみたいな画策もあるんですけど、まあでもそこの辺は全然僕は喋っていいと思ってるのであれなんですけど、なんかこれ最終的にその、あ、そう、僕はそもそもそれ以前、あ、まあ でも先に話すか、最終的にこれ主人公が主人公こうらしからぬ結末を迎えるみたいなのをしたいと思って、まあ、その同人誌を書いたんですけど、僕はそもそもその、それ待ちのその話に感銘を受けたのは、そこまでにその、うん、自分を驚かしてくれる作品とかこそ思考だと思っていたので、とにかく読者あるいは視聴者は絶対に裏切りたいと、でセオリーが全部ぶち壊れるようなことを絶対一度はやってやりたいみたいなことをずっと思ってたんですよ。なので、うん、中学生ぐらいの時にずっと考えてたのは、もう第1話で主人公は死ぬみたいな、ああ、そういうのをずっと考えてたんですね。で主人公はこの物語の主人公になれないんだよみたいな、そういう話が出てきた時に、だってその視点を物語でこう、うん、石黒正和という人間が表現した時に、そこに私はこれだと思ったっていうことなんですけど、はい、あれは良かったなぁ。いやー、書いて良かったなぁ。はい、あれは衝撃でしたね。いや、なんかほんとね、あれね、読んでて気持ちがいいんですよ。本当に。
うわーいいもん読んだなっていうのがありましたね。あ、そうですか。はい、まあ、なんかもちろんそのべちこ焼きとかそういうね、その名作とされるものもあるんですけど、うん、俺、うん、はい、べちこ焼きはそんな、うん、気に、そんな気に入った話ではないんですけど。あ、本当ですか。そうか、べちこ焼きも名作なんだけどな。そうですか。どういうことで気に入った話ではないんですか。僕はそういうのをこう恐れずに聞いてしまいますが、あのタイムパラドックスものとしては、ありきたりな話の構成をしているので。そうですね、はい、確かにな。そこがです。そこがですか。いやー、そうかー。なんですかね、ありきたりって。まあ確かにそれは言わんとすることは分かるんですけど、面白いんですよね。多分、はい、分かりやすく、それ待ちの読んでくれてる人に分かりやすくタイムパラドックスものを見せようと思ってやったんですよ。なるほど。なんかもう一回読んでその評論をしたいな。いや、なぜこれはタイムパラドックスモデルでよくある構造をとっているのに面白いのかっていう評論をしたいな。なんか多分それはなんか僕の 今まだこう読み返してない記憶も曖昧になっているところでの、だからこう推測ですけど、これは先ほどこう私のその時間の表現などについて石黒さんが言ってくれた、この空気感の書き方がうまいみたいなものが絶対そのあのべちこ焼きの中にも、というかその石黒作品の中には必ずあって、そうですね、はい、うん、それとかなりシンクロしたんじゃないかな。そうそう、そうですね、べちこ焼きの話って、はい、うん、面白い以外にって、まあ、うん、亀井堂静香が変なお菓子の謎を解くためにこうバイクで奔走するところとか、突然飛び込みで旅館に一泊するとか、なんかそういうところなんですよね。はいはいはい、あ、そうですね、そうですね、うん、あれは確かに良かった。そう、そういうところが、そのディティールがすごく面白さを出していたな。あ、だから大事なんだよな。そうそうそう、そんでそこをやっぱ面白く読むためには、はい、ふたひねりあるタイムパラドックスをやったらわけわかんなくなっちゃうんですよ。はい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 。だからまああれはあれでいいと思うんですけど、うんうんうん、ただまああのあれが SF かって言われると俺はなんかありきたりだなって思って。なるほどね、はい、作者的には満足ができないという。そうですね、うん、なんかこのその漫画の表現で僕がいつも難しいと思っているのが、はい、あのボールの絵を描いたときに、うん、このボールは丸くないぞっていう、うん、あのことを絵だけで、表現するためにはものすごいいびつなボールを描くか、普段からきっちりしたボールを常に描いておかないといけないっていうのがあって。ああ、そうですね、はい、それがなんかこうそのタヌキのエルドラドとか、その僕が作中で書いたその学生たちが作った拙い作品みたいなところに言えるところで、その学生たちが作った拙い作品ですよというあのアナウンスがないまま、例えばタヌキのエルドラドとか映像研の中に収録されているので、まあ、後半になってアナウンスするんですけど、うん、あの言及されるんですけど、なのでなんかタヌキのエルドラとかようわかんねえな、なんか今回あんま完成したやつ面白くなかったなみたいな感想に読者がなっちゃうっていうのはやっぱ避けられないなと思ってて、それはなんかこうとか、まあ、単純に戦いでもあるなというところでもあるんですけど、大変な戦いですね、はい、読者との戦いっていう。しかもあの、
強い武器を選んではいけないみたいな縛りのある戦いですよ、ね、そうそうなんですよ。だからなんかこの作家ってこういうの書くよねみたいな、こういうことしてくんだよねみたいな、そこまでこう僕のその作品が多かったりとか名前がもっと売れてたりとかすれば、今回のシンゴジラもそうなんです。あ、シンゴジラじゃない、いや、シンウルトラマンもそうなんですよ、うん、あのこれネタバレはもちろんしないですよ、ネタバレはしないんですけど、あの、うん、まあ、例えばあのここはちょっとなんか退屈だったなみたいな気持ちになったとしても、これは、庵野秀明のことだから、絶対なんか元ネタがあるんだろうみたいなそういうこんな画面の作り方するかみたいな、こんな絵おかしいだろうみたいな風に思っても、まあこれは庵野のことだからなんかあるんだろうと思って、みんなそれをスルーしてくれるし、しかも、なんですかね、それについて解説してくれる人がツイッターにいっぱいいるっていう。そうですね、確かに庵野、はい、作品は最初からバフがかかってるみたいな。そうなんですよね、そうなんですよ、バフかかってるんですよ、うん、そうなんですよ。だからそれに僕がならないと、本当はタヌキのエルドラドみたいので、なんかこう学生が作った拙い作品っていうのを何の説明もなしにこう画面に映すことっていうのは結構難しいんだみたいなことを思いながら。そうですね、はい、エヴァをやる前に、はい、シン・ゴジラやシン・ウルトラマンを、はい、公開した時今と同じ評価があったかっていうような、あ、そうですね、まさしくないと思いますね。はっきり、はい、よし、次のなんかテーマに移っていくかな。 SF の強度は話したぞ。まあそうか、ウルトラマン、ね、ウルトラマンの話題になったので、ちょっと、事前にちょっとお話をしていたことなんですけど、まあ、僕がツイッターで、はい、あのウルトラマン、新ウルトラマンの感想として、俺に撮らせろっていうのをツイートしたんですが、それに対して石黒さんからちょっとメッセージが来まして、はい、はいはい、どうぞ。俺はまだあの新ウルトラマンは見てないんですけど、はい、ただその俺に撮らせろっていう感覚はすごいわかるって言ったんですよ。はいはい、俺が新劇場版ドラえもんを見た時に同じことを思うって言ったから。なるほどね、そうですよね。で、なんか具体的にはなんかタイトルとかあるんですか？ね、はい、大長編ドラえもんで一番好きなのが、はい、鉄人兵団なんですけど、はい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 、もう露骨にタイトルを言ってしまって言いにくいんですけど、はい、新鉄人兵団の、はい、シナリオは、はい、一番行ってほしくない方向に解釈してしまっているな、なるほどと思いまして。なるほどなるほど。はい、そこじゃないんですよ。オタク、オタクが出たぞ。はい、ちょっとね、はい、内容に若干触れてしまうかもしれないんですけど、うんうんうん、あれって、はい、ロボットと人間の、考えの違い方とかの話なんですよ、もともとは。そうですね、はい。そして、その、まあ、ロボットたちの国があって、そこがまあ攻めてくるという、まあ、いつもの大長編のパターンなんですけど、うんうん、その理由が最初にプログラミングしたロボットの、うん、成長していく方向性が間違っていたせいで、うんうんうん、そんな攻めてくるロボットになってしまったみたいな。そうですね、はい、まあ、鉄人兵団はここの視聴者は全員見てるものと思って見てるものとして話します、はいはい、そうですね。だから
競争心を植え付けたっていう。そうそう、競争心を植え付けてしまったがためにみたいな。はい。そんでそこを直してしまって、はいはいはい、どうにかしようみたいな話なんですけど、うん、うん、結構そのロボットの考え方の方向性が間違っていたので、うん、直してしまうことによって、その脈々とロボットが作っていた国を消してしまうっていうのはものすごいエゴイスティックな話であり、ミクロスっていうのはあのスネオが持ってる、動くロボットなんですけど、はいはい、ミクロスも、はい、ザンダクロスも、うん、柔道ですね、柔道、所詮あの電子頭脳の友達であって、うんうんうん、心を持っているわけではないんですよ。はい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 、そこめちゃくちゃ大事なんですよ、この鉄人兵団って。はい、心を持ってないメカの部分が、はい、そうそうそう、あのザンダクロスなんてあの、本物は柔道ですけど、はい、柔道なんてあの土木用に作られたロボットっていう設定、はいはいはい、ただの弾が入ってる、はい、そうそう、目的が、うん、土木用のロボット、はい、そのなんだろうな、最初からこのコキ使うために、はいはいはい、仕事をするために作られたロボットっていう設定なんですけど、はい、シーンの方の映画ではその、はい、電子頭脳みたいになってますね。そう、電子頭脳に心というかキャラクターを持たせてしまっているんですよ。はい、そうですね。そしてそこに、交流が、はい、生まれてはならないんですよ、この鉄人兵団は。いや、これはいいですね。はい、はい、うん、で、はい、その鉄人兵団の何がものすごく、グッときて面白いかって言ったら、うん、あの心を持たず攻めてくる連中と戦うのがもういつものドラえもん一行しかいなくて、まあ、鏡面世界ではありますけど、うん、日常と全くうり二つの世界で、うん、それを待ち受けねばならない、はい、海戦前夜とか、はいはいはい、そうですね、みんな緊張に包まれて、そう、あのバリバリ緊張感の中、やっぱ小学生だから、はい、本あの誰もいない街だから、あの、はい、ラジコンが勝手に使えるとか、はいはいはい、喜ぶんですよね、本屋の本が取り放題だって喜んだり、スーパーで勝手にハムとか調達してきてバーベキューしたりするんですよ、うん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 、そこをものすごくじっくり書いて、なるほど、あの子供に冒険心とはなんだっていうところを見せていくべきだと僕は思うんですよ。俺はそんな風に撮りたかったんですよ。はいはいはい、これやるか。いや、なんかこう驚くべきことに、うん、あののび太の恐竜って3つあるんですよ。そうですね、3つ、うん、そう新作が肉食恐竜になって3つあって、あれにも結構批判が集まったんですけど、それはやっちゃいかんだろうっていう、うん、その、まあ、批判が集まったのは、あの進化ってそういうもんじゃないだろうについて批判が集まったんですけど、うん、まあそれはいいとして、これだから鉄人兵団をもう一回やるっていうのは、まあいけるっていう。そうですね、いけるって、まだいけるっていう。うん、いやー、そうですね、わかりますわかります。私が、じゃあドラえもんの映画を監督するとして、まあ、まずウルトラマンの話からするか。でもウルトラマン、はい、大丈夫ですかね、あの、あ、そうか、いや、まあそうか、ウルトラマンの話はできないのか。そうか、見てない人が、見てない人が多いし、俺も見てないし。そうですね、そうでした。ドラえもんか、ドラえもんだったらどうしよっかね。ちょっとドラえもん映画。まあでもこう文句があるっ
ていうのは少ないんだよな。シンドラ、もちろんなんかこうシンドラになってからこう物語の作るその方向性とかちょっと変わったなっていう感じはするので、うん、あの時代性のあると思いますけどね。そうですね、自分がどの世代に来てたのかももちろんあると思うんですけど、そうだな、でもやるとしたら僕が好きなのは宇宙漂流記。宇宙漂流記は好きなんだよな。おー、これまあ完全にあれなんですけど、あのスターウォーズに近いんですけどダース・ベイダーみたいなの出てきて、うん、でそれが親父だっていう実はみたいな。スターウォーズですね。うん、そうなんですね。でもなんか そこにそのアメーバとか出てきて、実は取り付いていたのだみたいな。これ俺知らないな。これいつのやつですか。これは90何年とか、これ亡くなった後のやつですかね。そうですね、ネジ巻きシティで終わっあのの途中で亡くなってるんで、その次の次ですね。あ、そうなのか。あ、これ知らないな。あ、本当ですか。このね、アンゴルモアっていう敵が出てくるんですけど、これね、話してて、あ、それ CM で聞いたわ。アンゴルモアって言ってる、はい、CM は覚えてる、はい、99年ですね。あ、ちょうど、はい、アンゴルモアが来るって言ってた年ですね。はいはいはい、そうそうそうですね、確かに。この映画のことだったのかもしれないですね。これがね、結構またいいんですよね。うん、僕が明確にこう見た記憶があるのは、太陽王伝説っていうところからなんですけど、だからそのアンゴルモアの次ですね、宇宙漂流記の次からが僕の、うん、時代なんですけど。ああ、そっか、そうだわ、忘れてた。あの、はい、俺と大原さんって一回りくらい年が離れているんですよ。そうですよね。そうなんですよ、ね、で基本設定を今頃言いますけど、はい、はい、そう、そっか、大長編ドラえもんがまるまるずれてんだ。はい、もう完全にちょうど俺が見なくなったあたりから大原さんの時代が、はい、ああそうなんだ。ところが、うん、ところが僕が、小学校6年生とかその一番こう多感な時期にドラえもんが全て変わったので、うん、新ドラに全部変わったので、こっからの愛着は突然変化するんですよね。愛着のレベルが変化するんですよね。僕はその太陽王伝説っていうの、翼の勇者たちって、翼の勇者たちはまあ映画館で初めて見たドラえもんなんですけど、うん、まあ、このあたりからはもう過去作はもうすでに全部見てて、繰り返し何度も何度も見てるみたいな。すごい、はい、でワンニャン時空伝を最後に、うん、全てがシンドラに変わってあいう感じですね。そこか。まあ途中で僕の中にはブチギレ案件もあったんですがそれ聞きたいですね。いやー、なんかあれだな、僕はドラえもん愛を仕事に向けたいと思ってるので、ちょっとリスクが伴うが、あ、じゃあ、はい、じゃあいいですよ、でもね、作品に、はい、反映させてください。一部の作品ではちょっとブチギレ案件でも、対象年齢がまあ子供なのに、あの怒ってる大人がいるっていうのはおかしな話なんですけど。まあまあ、ほんとそうです、はいはい、まあ当時からね、まあ、それは僕はもうすでに大人になっていましたが、まあなんとかかんとかっていうような、うん、はい、わかりました。そこは掘り下げなくていいです。はい、
完全オリジナルでドラえもんの映画作るとしたらどうですかね。あ、それもちょっと妄想したことありますね。はいはい。僕はあのガラパ星から来た男という話が、うん、あの原作にあるんですが、それがね大、はい、大長編なんですよね。原作の単行本の中では確か45話、あ、じゃあ45巻かなんかの最後の、ちょっと待ってくださいね、どれだっけな、収録されていた、本当にねページ数がめちゃくちゃ多いんですよね。あ、ガラパ星からたまに多いやつありますよね、はい、もう群を抜いて多いです。これはガラパ星から来た男はもうタイトルからしてちょっとおかしいというか、ドラえもんのサブタイトルにガラパ星から来た男ですねそうですね、ガラパ星から来た男、うん、これ1、2、3、あー、アリのやつか。はい、そうですそうです。これは結構、これもなんかもうパラドックスとか、なんか時間のループとかあって、普通の街なのにえらいことが起きちゃうみたいな。そう、そうそう、普通の街なのにえらいこと起きるやつ好きなんですよ、うん、俺も。でこれは映画化すると相当怖いやつになるぞっていう感じがすごいある。そうですね。あ、ドラえもん面白いドラえもん面白いそうか、南海の大冒険、南海大冒険っていうのが98年に公開されたドラえもんの映画であるんですけど、これも45話に収録されてる作品を元にしてるんですよね、はい、うん、うわー、強力ハイポンプガス、あ、いいな、あ、はいはい、俺街にあの地面の中潜るサメ来るやつすげえ好きなんですよ。あれ大好きで僕も。あれいいっすよね。あれいいですね。だからまあ、いや本当ね、あれは何回も読みましたね。大好き。あれは映画にするには短いですけど。短いですけど。うん、あの雰囲気がたまらないんですよ。あの紙がスーってこう、そうそうそう、飛んできてそれをびっくりして撃っちゃうっていう。あれね。最高ですね。街中で決闘したりとかするのも。あれいいですね。空気ピストル、ね、指に一滴ずつ垂らして10本っていう、はい、10発出てる。あれいいですよね。あれいいんですよね。いや、あ、それも、俺それも、はいはい、あの数え間違いで、はい、あの一発残ってたっていうやつ、はいはいはい、あれをおそらくベースに、はい、あのそれ待ちで10人幽霊がいるはずが11人いたみたいな話、あれ多分心のどこかに残ってたと思います。なるほど。いや、この数え間違い、あれかっこよかったな、うん、あののび太がこう倒れてるやつの手をもうローリングしながら取って打つっていうの、うん、あそこかっこよかったな、まあ最終的には晩御飯で使っちゃう。そうそう本当は自分の手に一発残ってたのに。残ってたっていう。晩御飯なんて言うからっていう。ああ、はい、やはり F 先生は偉大ですね。偉大ですね。楽しい。いや、なんかなんでこんなって楽しいんだよな。うん。そう、楽しいんだよ。まあ、また読みましょう、これは。また読みましょう。あと、はい、ドラえもんをテーマにしてたら多分一晩ぐらいかかるから。そうですね、はい、はい、最近手塚治虫を読み始めたそうです。ああ、それ拾ってしまいましたか、はい、あのですね、はい、さっきも違った、俺あの SF の素養がないって言ってたんですけど、はいはいはい、最近仕事してるときに、はい、まあ、最近でもないですけど、まあ、YouTube か音楽をかけっぱなしにしてて僕は、うんうんうん、で、まあ、パソコンが俺の背中側にあるせいで音しか聞こえないんですけど、うん、まあ主に大原さんの白長スタヌキの、はい、過去のやつとか、うんうん、あと押切さんの配信を、はい、
繰り返し繰り返しかけてるんですよ。なるほど、はい。そうするとあの AI が勝手にあのおすすめの動画を流し始めるじゃないですか。はいはいはい。それで全くあの知らなかった、動画、チャンネルが勝手に流れ始めて、うんうん、手塚治虫めちゃくちゃ好きな人が手塚治虫作品を、全部解説するみたいなチャンネルで、へえ、そんなものが、はいはい、それまああの面白そうだったんでかけっぱなしにしてたんですよ。はい。で俺手塚治虫ってブラックジャックを何話かと、はい、うん、アシスタントさんが昔貸してくれた綾子っていうやつくらいしか読んだことないんですよ。ふんふんふん。私も似たようなもんかな。はい。あ、あと火の鳥の、大和編と後編は文庫で持ってますかね。ふんふん。まあその程度なんですよね。はい。それそのような状態ですけれども、うん、まああの聞いてたんですよ。はい。そしたら、はい、あらすじを聞いて、はい、あれそれ天国大魔教でやった話じゃねえかっていう話が出てきて、あ、出た、はい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 、困るやつ、はい、でも、はい、まだそれは、はい、まあまあまあ、あのよくある話なので、はい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 、まあそれはいいやと思って、はいはい、まあ、流していたんですよ、はい、そしたら、うん、またそれあの天国大魔教でやったやつじゃねえかっていう話が出てきて、はいはいはい、さらにこれから天国大魔教で書こうと思ってるやつじゃねえかっていう話も出てきて、うわー、やばいよこれと思ったんですよ。いや、でちょっとねこれ、いやだから皆さん聞いてくださいよ、こういうことあるんですって本当に。うん、本当にあるんですよ、はい、作家やってるとこういうことあるんですよ、はい。それで、はい、あ、やばいわこれと思って、うんうんうん、一回あの片っ端から手塚さんも読んどかないと、はいはいはい、いかんわと思って、はい、Amazon でこう文庫になってるやつを片っ端から注文して、お、読み始めたわけですよ。はい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 。ね、まあとても面白いですし。面白いしやろうと思っていたことが書かれていたりして、うんうん、そんでまああのこの悩みというかこの衝撃を嫁にも相談というか、あのこれからなぜかどんどんうちに手塚治虫の本が増えるので、はいはい、届くので興味があったら読んでっつって言ったら、はいはいはい、うん、確かにあの俺の漫画って、うん、手塚治虫っぽい部分があるって言われて、ほう、んで、それがどこかっていうと、うん、ストーリーに必要な、うん、残酷なことは割とあっさりやってしまう、うん、主要キャラかと思ったらすぐ死んだり、はいはいはい、愛し合ってるうちの片方が族みたいなやつにあっさり殺されちゃったり、はいはいはい、あ、うん、そういうことを割とあっさりやってしまうところと、うん、イメージ、あと、はい、尊さを訴えるために、うん、非常に残酷な形で、人間の、なんだろうな、仕組みだとかをいじくるところが、うんうんうん、うん、似ていると言われて、うん、確かに似ているし、ま、手塚治虫に共通点があるっていうのは大変ありがたいことかもしれんけど、はい、あのその漫画俺が生まれるより前の漫画下手すると俺が生まれるより20年ぐらい前の漫画だったりもするんですよ、はい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 、その後俺が生まれて、はい、でおそらく手塚治虫の影響を受けた人たちの漫画とか、はい、いろいろと読んで、はい、44になって、はい、ようやくここに
たどり着いたということは、はい、あもうここが限界かなと思う。これはそれはどうだろうか。ほう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 。まあそんなわけでも、はい、あのこれから片っ端から手塚さんのを読みます。うん、いやなんか僕が考えなんか僕これは。中学生小6か中学生中1ぐらいの時に考えたことなんですけど、はい、ふと、そのエジソンは偉い人と同じ意味で、うん、アインシュタインは偉い人だって思ったんですよ。でその頃ちょうどその E イコール MC 事情という、まあ、言葉を知り、まあ、エネルギー普遍の法則みたいなのとかを知り、うん、あ、はい、なるほどと。で E イコール MC 事情を導き出した、うん、アインシュタインはすごいなと。でただ、うん、もしどこかでアインシュタインの存在なんて一つも知らない人が自分の中から湧き出てきたその疑問を解決していった先に E イコール MC 事情に、現代でまた再びたどり着いたとしたら、そいつはアインシュタインと同じレベルでただ頭がいいだけのやつじゃんって思ったんですよね。うん、まあそれが物理学の話だったらそうかもしれないな。まあだからなんか僕は別になんかそれはなんか今のところ石黒さんの話を聞く限りではあまりこう危機的なものはあまり感じないというか、誰が先にやったかの話って実は関係ねえんじゃねえか説を、まあ売れ方には関係するが実は関係ねえんじゃねえか説が僕の中にあって、うん、で売れるのとあと必要世間に必要なもの云々で考えると、まあ、たそうだな、なんか本当に古いアニメとか本当に古い映画とか見てたまーに見てると、うん、例えばバスター・キートンとか見てると本当に古いコメディですけど、あの宮崎駿のドタバタと全く一緒なんですよ。はい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 、はい、ものすごい大量の警官隊がうわーっと来て一人を追いかけたりとか、みんなして転んで転んだ人の上を一人ずつ走っていくみたいなのとか、あの家がそのまんま倒れて2階の窓枠が立ってる人の真上にストーンみたいな、ああいうのとか宮崎駿だってなるんですよね。で、まあでもまあ宮崎駿もなんか影響、そういうものに影響を受けて、あのマスターキートンではなくてバスターキートンですね、 BAの発音の方ですね。うん、まあ、そうそう。で、なんかそういうのがあるので、まあなんかじゃあ私もなんかに影響を受けていいかなとか思ってるんですけど、そういうところにこう免罪符をこうあの見出していくっていうことか、あの活動を日々あの怠らないようにしてるんですけど、でその中であの何だったかな、何を言おうとしたんだけど、何を言おうとしたんだっけな、忘れました。はい。あ、そうだ、思い出した。宮崎駿そのポスト宮崎駿みたいなものはいろんな人が言われてきて、で、うん、私も、まあ、少なからず影響は受けているんだが、それでもそのまあおそらくそこはあの彼の生産力の化け物加減からすると私は宮崎駿にはなれないと。で、うん、宮崎駿っぽいという評価はよくいただくが、私はそれはちょっと宮崎駿ではないんだよななどと思いつつも、そう言われるということは私は少なからず影響を受けているみたいな風なことを、まあ、日々思っているわけですが、最近ふと、うん、宮崎駿ってこっち方面に進んだよなっていうのがあって、あ、うん、はい、あるあるあるんですよね。
要するにポニョとかから見てると顕著ですけど、うん、あの結局トトロに行ったんだっていう、宮崎駿はトトロに行ったんだっていうのがあって、あ、トトロに行ったと、はい、大原さん思う。そう、僕はなんとなくそっちを持ってて、で、あの、うん、風立ちぬもあの表現の方向としてはトトロの上に立っているものなんだっていうふうに僕はなんとなく思ってる。ああ、そっかそっか、はい、そういう意味の方向、ね、はい、そういう意味の、はいはい、で、うん、あの風立ちぬが仮に紅の豚だとしても、まあ、その表現はトトロに行ってると。で、宮崎駿の描く絵で別途見たいものがありますっていうね、うんが、うんうん、ありまして、これが宮崎駿の描くメカを含んだ SF なんですよ、うん、で、まあそうですね、風の谷のナウシカとか、うん、ラピュタとか、あとはオンユアマークとかなんですけど、うんうん、まあここにいる人全員オンユアマークを見ているという手で話していいのかなという多分見てると思います、はい。で、オンユアマークって団地、超高層団地みたいなのが出てきて、で、うん、あのスカイウェイ的なその空を走るあの高速道路みたいなのとか、なんかこう、うん、空を飛ぶ車みたいなのとかいっぱい出てきて、で、謎のカルト教団みたいなとか天使みたいなやつが、あの、核廃棄物処理場とか、そう、なんかそういうのいっぱい出てくるんですよ、うん、で、そういうのを宮崎駿は過去に書いてるんですけど、で、それについてこう思いを馳せた時に、果たして庵野秀明ってちゃんとナウシカ2作ってくれんのっていうちょっとした疑問があるんですよね。手を出すかもしれない、手を出すしナウシカ2を作るかもしれないけれども、それはもしかしたら私が見たかったナウシカ2じゃないんじゃないかないかもしれないっていうのは、うん、ありますね。それあるんですよね。それは庵野秀明のナウシカ2になる可能性があるって思った時に、新ナウシカになる可能性がある、新ナウシカになるっていう思った時に、あ、そこ開いてんじゃんっていうその席開いてんじゃんっていうのがちょっとだけあるんですよね。ただあの、はい、庵野秀明自身もおそらく、はい、宮崎駿がどっかでその表現としてはトトロに行ったっていうのは分かってて、はい、そこを選ばない可能性の方が多分にあるじゃないですか。うん、何せ巨神兵が大好きすぎる、はい、とこですから、はい、なので下手をすると、はい、大原さんが空いていると思っているところを、はい、庵野秀明が踏む可能性もなくはないですね。そうですね。だ、あ、なんかあの人高層団地とかめちゃくちゃ高い団地、ああいう系の絵作んねんじゃねえかなっていう、あ、なんかこう、どうかな、どうだろうな、なんかどちらかというとあそこに感じるその超高層団地で団地群なんだけど、なんかこうそこかしこから草や木が生えててみたいなのって大友さんがやりそうな気がちょっとしたんですけど、なんか大友さんはそこからだいぶ木を取るんですよね。そうですね。ですよ、木生えないですね。大友克洋の背景からは木が生えない。そうなんですよね。なんで、僕、木生やすんで、うん、こう、あの、オンユアマークいけねえかみたいな。ああ、なるほどね。はい。なんか、っていうのが、ちょっとあるっていうのが。はいはい、あ、理解しました。はい。はい、あの、はい。なんかその手塚治虫の話とはなんかだいぶちょっと方向が変わってしまったが、そうで、まあでもそれを強引に戻すのであれば、まあでもそう、まあこれはよく言われることでもありますけど、じゃあ石黒さんが書いたものが手塚治虫になるのかっていうと、それは石黒さんの作品になるからなっていうのも、まあ別途あり、うんうん、それは分かっているんですけど、はい、あの散々頑張って、はいはいはい、まあ、たどり着いた
と飛び回って、はい、はたと気づいたら、はい、何か5本の柱が立っているなと思ったら、そうですね、手塚さんも手に入ったんですよ。手塚さんの手のひらだったっていう。いやー、そうねー、そうねー。となると手塚治虫を呼び漁るより、手塚治虫より前に手塚治虫みてえなやつなかったかっていうのを調べるっていう。ああ、それだとね、ちょっと夏休みが必要になっちゃうから。そうですね、それはまあ、うん、まあ一旦もう、はい、覚悟を決めてよ、うん、読みます。うん、私もどっかのタイミングで手塚治虫には手を出さなきゃならんなと思っているんじゃが、うん、面白いんだろうなぁと。あ、面白いですね、はい、うん、やばいですわ。やばいですか。いやー、はい、やっぱあの生産力がなぁ、うん、そのエネルギッシュな生産力がこう私の中にこう数多ある妄想をやっぱりこう出力するスピードが間に合わないとなんなんだよなとか。うん、そうですね、うん、明らかにあの時代的な、はい、画面の密度のせいもあり、はいはいはい、明らかにあの時代の人たちより生産力がないんですよ今。そうですね、うんうん、それはもうアニメでも指摘されている線の数がめちゃくちゃ多くなっているという、うんうん、あとそれ、その展開を納得していただくために置いておかないといけない、布石の数が今すごく多いみたいな。あ、そう、それもあるか。昔って改造人間だからっていう理由で変身してよかったんですけど、うんうん、あ、はいはいはい、確かに今の平成ライダーっても変身して戦う理由をめちゃくちゃ説明しないと見てる人が許してくれないじゃないですか、はい、そうですね。まあ世の中の怪異は大抵放射能のせいにしとけばよかった時代がありますから。そうそうそう、そうですね。何か出たって放射能が生み出した化け物だっていう、そういう時代が。うん、それを今やろうとすると何が原因でどこから漏れてどういう経緯でみたいなものを全部説明しないといけなくなってしまいましたから、はいはいはい、でそれを一瞬でやったのがシン・ゴジラっていう。そうですね、うん、シン・ゴジラはまあ原作があるっちゃ原作がありますからね、はい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 、実際の出来事ですけど、うん、あれですごく理解がしやすいですね、はい、あれは共通認識がみんなにあったっていう、その、うん、災害が起きた時にどんな感じかっていうのをみんな知ってたっていう、うん、まあだから日本でしか受けなかったみたいなこと言われるんですけどね。なんかそうですね。でそれはでも例えばゴジラの時も同じことで、あそうですよね、そうですよね、うん、水爆実験があって、うん、その脅威があってっていう、戦争の大黒クリューマルですかね。そうですね、大黒クリューマルの被爆の事件もあったしっていうね、うん、やっぱなんかあるんだなその都度。へえ、さて次どこを拾っていくか、メモはまだ残っているんですよ。ねはい、あちょっと短く終わりそうなやつ一つあるんで、はい、大原さんが、はい、これもこれ何出てたんだかな、白流すかな、はい、白流すか、はい、担当さんと一緒にやってた、はい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 、言ってたと思うんですけど、はい、最近マイナーな、好みを、はい、すごくこうマイナーな好みを好む、違う マイナーな作品とかはい、もう好むのを反省して、はい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 、みたいなこと言ってたじゃないですか。はいはいはい、俺もそのとてもどちらかというとマイナー思考で、はいはいはい、みんながドラゴンボールを読んでいた時に、はい、藤子不二雄と大友克洋を読んでいたような少年だったので、うんうんうん、すごくわかるんですけど、はい、今まだ
20代最後の大原さんには分からないですけど、はい、もう40半ばの俺には分かるんですけど、はい、治ってしまうんですよ。治ってしまう。はい、はい、マイナーなものを摂取していく元気がだんだんなくなってきて、はい、そこに裂かれる脳が減っていくと必然的に一番流行っているものが目につくようになってきて、はい、なるほど、徐々に治ってしまうので、はい、全くそれ反省する必要がないので。なるほど、今のうちに取っとけみたいなこと、はい、今のうちにもうむしろ取っておいた方がいいし、その、はい、他の人がメジャーなものを見ているときに、はい、見ていたマイナーなものっていうのは確実にその、はい、人間をいびつな形にし、うん、そのいびつさが作家性という武器に必ずなっていると思うので。なるほど、うん、全く反省する必要ないと思います。わかりました。じゃあ、はい、これはもうそうか、マイナーだよ、なんかもうすでに元気がねえんだよなってもうすでにマイナーなものを接する元気がないんだが、でも、うん、マイナーなものは買ったりはしてますね。読まずに積んであったりとかしますが、うん、そうか、じゃあ今のうちですね。そうですね。わかりました、はい、これは割と早く終わった。じゃあ、はい、そこのメモの欄に書いてあったもう一個上なんですが、はい、大原キャラの中性性と俺のキャラの中性性と書いてあるんですか。これ長そうだな、これ。まあまあ時間が許せば全然僕は大丈夫ですが、俺は大丈夫なんですけど、はい、あのじゃあ行きますか、これ。あ、行きましょう。はい、あのね、大原さんはその常に哲学をしている方だと思うんですよ。はい、好きですね、哲学ね。はい、はい、あの最近は何をテーマにして生きていますみたいな話もしてるじゃないですか。あ、してますね。はいはいはい、それで、まあそれで見つけたかどうかは分かんないんですけど、まあそういう大原さんだからたどり着いたと思われる表現の一つに、はい、あの素っ裸になって風呂に入るシーンなのに、うん、全く女性の体をしていないっていう書き方をするじゃないですか。はい、はい、そうですね、はい、あれって多分あのおそらく漫画哲学というか、うん、大原さんが書いてて発見した方法じゃないかなと思うんですよ。あ、その漫画哲学っていうのをもうちょっと分かりやすく、はい、するためにちょっと関係ない例を挙げると、例えば俺の場合は、うん、話を進めるためだけのモブなんて存在しないっていうのを、うんうんうん、発見したというか、まあ、書いてて勝手に思いつき、うんうんうん、それぞれ人間的な個性にしたりだとか、うんうん、あと、俺が漫画家になった当時、そのすごく萌え漫画全盛期だったんですけど、うんうん、はい、実際の女の子っていうのはこんなに、女の子してなくて、その女の子である前に人間性があるぞっていうのを漫画にしようっていうのを発見したので、はい、はい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 、あれはすごく良かった。はい、ほとりは燃えないし、っていうのがあり、またはあと結構最近になって、なんていう言葉だったかな。見た目の、はい、差別みたいな話で最近になってよく言われるようになったんですけど、はい、ルッキズムみたいな。あ、ルッキズム、ルッキズム、はい、そうそう、よくわかりました、今の説明で。わ、はい、かりました。はい、ルッキズム、見てくれが少々悪いからといって、はい、悪の行いをするっていうのに俺すごく疑問を感じてて、うん、要はまあ、使いたくないですけど、この分かりやすいからこの言葉を使っちまうと、まあ、ブスに悪役をさせるっていう漫画のスタイルに疑問を持っていたので、
ハリバラさんっていうちょっと主人公よりは見劣りする、はい、キャラクターが出てくるんですけど、はい、まあ1話目から調子に乗ったタッツンをたしなめ、はいはいはい、とにかくこの顔のキャラが本来するべきではないような行動をさせたんですよね。はい、ハリバラさんはどちらかというとスネをめいた感じが、はい、顔からは出てくる、その鋭角な、うん、シルエットをしてるので、そうですね、うん、まあ、あの物語を、悪くするためにこう、はい、美女の後ろで生やし立てたり、はい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 、一緒になって攻撃してきたりするようなキャラではない、はい、本来この顔のキャラがやるべきではないキャラクター性を与えるみたいなことを、はい、めちゃくちゃいい人、うん、そうそうそう、ハリバーさんめちゃくちゃいい人っていう、はい、これがあのなんていうか大げさな言い方をすると俺が書きながら発見した漫画哲学で、はいはいはい、そういう表現の一つではないかと俺は思うんですよね。なるほど、私の裸、その結果裸が、そうそうそう、裸、うん、うん、そこどんな感じですかね。今この話の先に俺の感想としては、まあ、はい、発見してすげえなしかないのでなるほど、はい、そうですね、僕はまあなんかそこに至るまでの経緯はいろいろとあるんですよ。でそのなんだろうな、僕はいや石黒さんのその発見についてはすごく分かって、僕がそのキャラクターのデザインとかモブを描いたりとかするときに、うん、あのモブにめちゃくちゃ個性をつけてやろうっていうのをやってるんですけど、うん、こんなキャラの濃いモブいねえだろうみたいなのをやろうとするんですけど、でその結果、うん、ちょっと主役と絡んでしまったりとかするまでに至るっていう、それ良くないことが起きたりもするんですが、なんかそれをやるのは完全にこれ石黒さんからの影響で、それ待ちの中に単行本に織り込んであったそのカラーのクラスメイト一覧みたいなのがあるんですよね。はいはい、あれを見ながらそのキャラクターの書き分けを学んだっていうのがあるんですけど、あ、はい、まあ、時々ツイッターで貼られてるやつそうなんですか、まあ、でまあそれは別の話で、はい、私のキャラクターがまず、女性的ではない体をしているっていうところには、うん、単純に僕の趣味っていうのもあって、僕人間の体が好きなんですけど、それがシルエットが強調されているのがよくて、骨と細い筋肉とかがすごい好きで、それ突き詰めていくとジャコメッティまで行くんですよ。でジャコメッティっていうのはなんかもう棒人間みたいな彫刻を作る、まあ、作家なんですけど、うん、ジャコメッティで検索するともう本当に細いなんかなんだろう細い壁のようなスレンダーマンみたいな、うん、スレンダーマンみたいなやつが出てくるんですけど、これがめちゃくちゃ好きなんですよね。あ、うん、うん、確かにこれ金森氏だね。うん、そうなんですよそんな感じがするんですよね。でスレンダーマンみたいなこのジャコメッティの彫刻とかがすごい好きなぐらい、人間の体に対してのその好きなフォルムっていうのが男でも女でもない細い棒みたいな感じになっているというのと、うん、あとその巨乳もあんま興味ないし、尻もあんま興味ないので落としてしまったんですね。そうですねっていう、まあでもそうですね、もちろんその性的な描写へのすごい苦手意識って僕あるんですけど、自分がすることへの苦手意識はものすごいあるんですけど、摂取、うん、はめちゃくちゃするんですけど、もうものすごい金額エロ同時に ぶち込んだりとかするので、それは全然あるんですけど、なんか自分で書くのが苦手だというのもある。うん、
っていう感じですかね。ただその何ですかね、あの、まあ、これはあの石黒さんの話とはまたちょっと別だと思うんですけど、結構その、うん、ある種のそのフェミニストからの支持っていうのが僕の漫画ってあって、そうですね、はい、それがやっぱ面白くて、その僕はまあ風呂が好きなんで風呂、銭湯が好きなんで銭湯を描いたんですけど、その時にその性的な描写がないっていうので褒められはしたんですけど、そのまあ褒められたというか、まあ、あのフェミ一部のフェミニストの人にとってのその描写としてはなんかこうあの安心して見ることができたというような評価とかあったんですけど、まあ、僕の中ではなんかその作家性としてそういうものを排除しているのは、まあ僕の単純な僕の苦手意識だったり、あるいはその巨乳が出てこないみたいなのは僕の性的思考の、による結果だったりとかするんですよね。あ、はい、そのあのポリティカルコレクトネス的なそのあの、そういう女性の身体的特徴を誇張して書くのは良くないと思って書かないわけではなくて、私はまあ貧乳が好きということも特にないんですけど、私が好きなのはあの女性のその棒のような体つきですみたいな、なるほど、ふくよかな人が好きですみたいな人もいれば、棒のような体の人が好き、体が好きという人もいるという中で、私はなんか棒のような体の人が好きということでもあるみたいな、なんかその程度 の、 その自分の、ポジションなんですよね。でそれとは別に、その描写とはまた別にキャラクター造形というものがあって、それは個性ですね、性格とかそういう部分、うん、そっちの中性性に関してはそれは僕の、性自認の揺らぎかなとかも思うという、はい、僕はなんか小さい頃から可愛いものが好きだったんですけど、かっこいいものとかあんまり興味なくて、ぬいぐるみとかすごい好き で下敷きとかもハムスターの下敷き使ったりとかしたんですけど、それをなんか上級生の小学生の時、上級生の女の子が見て、それ女の子用のだよみたいなこと言われてびっくりしたりとか、まあそんなエピソードもあるんですけど、まあ、なんかそういう自分のしっくりくるものを目指していたみたいな。ああ、はい、あのこの話の最初に、はい、大原さんの中性性と俺が書く中性性の違いみたいなタイトルがついてましたけど、はいはいはい、意外と、はい、意外と似た結論というか、あのなるほど、似たラインかもしれないな。なるほど。あのちょっとそれと関係があるような内容の話なんですけど、はい、あの女性が女性誌とか女性に、うん、好まれる描写っていうのが、うん、いう話はあの結構昔からデザインの、勉強していると、うんうんうん、あって、あの、まあ、俺は 大学とかがそっち系だったんで、別に、はい、自ら頑張ってしたみたいな話ではなくて聞きかじりなんですけど、はい、あの、まあ、極端な話をすると、バストを描かない、うん、お尻を大きく描かないで、こうスラッとした体型に女性を描くとか、うん、あと、そうそう、おばあさんになった女性を醜く描かないとか、はい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 、そういうのがあって、うん、で、俺一回結構前ですけど、秋田書店の、はい、女性誌にホラー短編を書かせてもらったことがあって、はい、新築のマンションなの、はい、それを書くとき、はい、そのデザインの時に習ったノウハウを生かして、うん、誰も気づかないとは思いますけど、はいはいはい、女性の体を女性らしく描かず、はい、近所のパン屋のおばあさんを美しく描くなど工夫をしたことがあったんですよ。なるほど、はい、それはそのデザイン、好まれるデザインの、そうそうそう、はい、だから講義を受けての、はい、そう、そっち側の視点から、うん、大原さんの
たどり着いたものを見ていたんですが、実は、壁もあったなっていうことが今分かりました。そうですね。それなりに壁もあるという。そう、だからなんかそこを逆にその僕のその性的なものへの、まあ忌避感とまでは言わないですけど、結構怖いんですよね、僕は。ただそれを認めていかないと逆にやばいことになりそうだっていうぐらいのものもあるという。だから自分ではあんまり性的な描写って書けないのは書けないので、なぜ自分がその、まあ、巨乳とかに興味がないのかっていうところも、もしかしたらその苦手だからかもしれないし、そこまではたどり着けないんですけど、実態は。そうですね。だから僕自身の中性性みたいなのもあって、僕の性自認として僕は男だと思っていて、で性的あ身体的にも男で生きてますけど、まあ、これ、あの天国大魔教じゃないですけど、ここでちょっとあの天国大魔教を読んでて、ああなるほど、こういう 方向もあるなと思うのは、僕はぼんやりと僕体が女になったら自分は女になると思ってるんですよ。だから今俺その話をね、はい、しようと思ってたんですよ、ね、なるほど、はい。なんかでそのぐらい、自分の性を決定しているのは他愛のないものっていう、まあ、身体的性別っていうのを他愛のないものと捉えてるんですけど、私は、はい。そこで俺の描くキャラの中性性の話になるんですけど、俺の描く漫画ってやたらと男女の性別を間違えられる描写が多いんですよ。確かに、はい。コン先輩を最初見た時しかり、そうですね、男だと思ってたっていう、はい、しかもあの年下のそうそうそう、少年かと思ってたら、はい、年上の女の人だったみたいな、この、はいはいはい、性別を間違えるネタとか、あと、天国大魔教ではもうかなりそっちに振っているんですけど、そうですね、はい、性別の曖昧さっていうのをものすごく、意図してやっているんですけど、それをやるにあたって、僕の場合は、まあ、エロい書き方をしているんですよね。そうですね、はい。で、エロい。それで結局どうしてそういうところにたどり着いてしまったかっていう話が、はい、まあ、自分の癖にあるんですけど、はい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 、ちょっとまあ なんていうのかな、恥ずかしい話なのであんまりこう、はい、ないんですけど、まあそこはもうどのようにでも、はい、そうですね、俺高校生の時ぐらいから、はい、女みたいな顔をしているってよく言われるようになって、はいはい、ただ自分で鏡を見た感じ、はい、全くそんなこと思わないんですよ、はい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 、むしろとても標準的なつまらない日本人男性の顔だなと思っているんですけど、はい、ただ、まあ、クラスの男からはやたらと、女顔だの、はい、女みたいだのって言われるようになり、へえ、はい、結構まあいじられるように、まあ、友達としてのレベルなので、はい、別に傷を負うほどのことではないんですけれども、はい、スキー合宿時の とかにこうふざけてハフハフ言いながら布団に潜り込んできたりとかなるほどそんなことがあって、はい、で大学生になったら、うん、みたいだなっていうよりも間違えられることが多くなったんです、うん、へえ、制服じゃなくて私服になったからなんですけど、はい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 、高校生の時はまあブレザー着てズボン履いてるから、はい、男だという記号になってた なんですけど大学生になるとみんな私服なので、うんうんうん、もちろん俺はズボンを履いていましたけれども、はい、
パーカーにズボンだったんですけど、はい、女性はズボンを履くんですよね。そうそう、はい、男はスカートを履かないという、はい、女性はズボンを履くんですよ、はい、それであのみたいだなじゃなくて間違えられることがすげえ増えて、うん、極端なことを言うと、例えば、うん、今の嫁さんなんですけど、うん、嫁と家を出てお出かけすると、うん、家に帰ってくるまでに1回は必ず間違えられるみたいな頻度で、はあ、ね、はい、そもそも多分女性ホルモンが多いんだと思うんですよ。はい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 。27歳になるまでヒゲが1本も生えてこなかったし、はい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 、どれだけガリガリになるとなんかほんのり胸があるんですよ。へえ。それでまあ、うん、おそらく女性ホルモンが多いんだろうなとは思うんですけど、はい、多めだったんですね。多めだったんだろうなと思うんですよね、うん、多分ねそれで俺の壁が歪んだんだと思うんですよね。はい。でまあ一応、うん、性別男性だし、うん、恋愛対象女性で生きていますけど、さっき、うん、まあズバリ大和さんが、はい、たように体が女だったら、うん、精神も女だったかもしれないなってよく思うんですよね。はい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 。ものすごく仲のいい男友達と、はい、そのままずっと一緒に暮らすというのは、うん、全然ありだなって思うし、うん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 、その時に自分の体が女だった場合結婚だろうなと思うんですよね。うんうんうん。そんなこんなで天国大魔教で男の子と、うん、男の子同士の恋愛をやろうと思ってやってるんですよ、ね、なるほどなるほど、うん、うん、なので割と似た、はい、似たラインだったなという結論が出ましたね。そうですね、うん、なるほど。いや面白い話だな。なんかそれで僕がその、まあこういう作品を描くにあたってその、まあ、ロボットその男の子が好きそうな作品だみたいな、男の子は映像系みんな好きみたいなこと言われて、うん、まあそれはそれでなんかこうそうだとも思うし、安易にそういうこと言うのなんか深くものを考えてねえなとも思うんですけど、だって女でもこういうの好きな人いるしっていう、うんうん、でその上でそのなんで男じゃない、男として書かないんだみたいなのは、それはなんかこうつまんない質問だと思ってるので、いろんな言葉であしらうんですけど、そうですね、はい、なんか見たこともある気がするし、うん、でなんかこう女の子で書くのにもまたそれはそれで批判的な人はすごいいて、その先ほどそのフェミニストの人にその、風呂場のシーンとかこう、見てて楽だって言って褒められたっていう話もしましたけど、一方で別のフェミニストの人にからすると、結局大原澄人は男性で、社会的強者として、女のキャラクターを使って女に代弁させることでマイルドにするとか、そういうなんかこうその女というその武器を、強い立場から利用しているに過ぎないみたいな指摘もあったりとかするんですよね。でもうほぼ哲学ですよそれ。そう哲学なんですけど、まあそれはそれで、うん、まあ、何を言ってるんだと思いつつも、まあ、そういう意見があってもそれはいいと、まあ、そのぐらいに思ってるんですが、うん、その中でふとなぜ私が女性を使うのか、なぜ男性を選ばなかったのかっていうところにもうちょっと哲学的にこう注目してみると、これ男だと私はそれをリアルなものとして書きすぎてしまうっていうのがあって、うん、自分が男でキャラクターも男として書くと、その状況をよりなんかこう克明に書いてしまう、うん、でところが女に委託するとそれがちょうど中性になってくれるっていう、うん、
あの身体的に異性に異性にっていう感じ、ね、そうですね、異性にですね、自分の、性自認と身体的特徴が男であるから、異性である女性キャラクターにそれを委託することで、うん、男でも女でもないぐらいのちょうど中間の中性的な描写がよりしやすくなるっていうところを私は活用しているのではないか。で、私その if ではないですが、その自分の中にある中性性みたいなものをより、なんだろうな、ナチュラルに表現するためには、うん、私が男でない場合を書くというのも一つの手なのではみたいな、なんとかかんとか、うん私はそのフェミニストをバカにしてるとかそういうことは全然なく、それに迷惑してるでもないし、なんかそういうのではないですね、うん、はい、うん、てな感じでした。はい、うん、なるほど、はい、中性性の話は結構面白い話でしたね、はい、面白い話ですね。まあこれはまあいくらでも話せるんだが、うん、いくらでも話せますね、はい、うん、人型ロボットカットというのをいくと、ああこれ割となんかあの、はい、導入にしようかなと思っていたような、導入を改めていくか次回に回すかというのも、うん、そうですね、これはもうあとは終わりのない話が、うん、本当ですね。そう、私の方のメモであるのは、うん、中堅漫画家とはなんだ、うん、うん、なんでしょうね。自覚としてはどのようなポジションだと石黒さんはお思いですか。はい、そうだな、もう俺の結論で言うと、はい、本当にぶん投げで申し訳ないんですけど、押し切り蓮介みたいな感じですね。なるほど、はい、で俺をそこに重ねて、はい、自分を認識したし、なそうですね、うん、そう、押し切り蓮介は俺だって思っていたせいで、打ち切りの話が出た時、うん、俺も終わったんじゃねえかって思ってかなり、うん、めちゃくちゃ心配している。僕が思う、そうだな、データから見る、うん、まあ別にデータなんかないんですけど、データから見る大物作家っていうのは、うん、過去に何度もアニメ化されているとか、うん、ちょっと関わっただけで名前が中央にドーンと来る、別作品をいくつか持っているとか、うん、なんかそういうなんかこうイメージ、ただのイメージなんですけど、まあそうです、はい、大物っていうのは割とイメージしやすいですね、はい、うん、具体的な名前も いくらもありますし、ね、そうですね、で僕はだからその中堅漫画家を目指していて、うん、ここが難しいんですよ、はい、活躍の幅が広いから。そうなんですよね、この中堅のまず位置づけが必要なので、中堅漫画家とは何だとなるですよね。そうなんですよ、うん、漫画をものすごく好きな人が見た、はい、あかん、これ具体的な名前を出すとダメだな、まずいです、ね、怖いんですよこれ、これ怖いですよ、そうあんたは大物じゃないみたいな、普通なんかそう怖いんですよ、そうそう、クソ怖いですね、やめ、これ具体的な名前出すのはやめようかな。そうだから、これで、ね、すごいセンシティブな話題になっちゃうんですよね、これ扱いがめちゃくちゃ難しくて困るな。扱えないからこそ、この中堅とは何ぞやっていう理屈が全くいつも埋まらないんですよね、はい、うん、でも中堅っていうのは僕はいいことだとは思ってます。そうですね。憧れの、まあ、うん。
あ、でもヒット漫画を複数持ってるっていうのは中堅漫画家かなとは思いますね。なるほど。どう、そうですね、特にヒットせず、はい、20年続けたからといって中堅かって言われたら、それちょっと違ってくるかもしれないな。うん、だなんか、恵比寿さんとかもうタレント化してるところから名前を出してしまいますが、恵比寿さんとかって何漫画家なんですかね。ヤクミツルさんとか大御所大物なのか中堅漫画家なのかみたいな。そうですね、どこポジで看板を背負っているかによってちょっと印象が変わってきますけど、漫画として見たら恵比寿さんはマイナー漫画家だと思うんですけど、うん、まあそうですね、はい、知名度的には中堅なのかな。うん、漫画家だって知らない人もいますよね。そうですね、面白いおじさんだと思ってる人が。ヤクミツルも頭がいいクイズおじさんみたいな。そうですね、難しいなこれ。これ、うん、オフレコでしか話せないのか。そうですね、あの、はい、何が中堅かはいいけど誰が中堅かっていう話は。そうですね、でもだから具体例を出さないとこの話が進んでくれないなっていう。あ、押し切りさんが来ましたね。どこですか、コメント欄に。あ、中堅のって。そうですね、難しいですよね。多分、はい、押し切りさんや俺は含めて大体自分で、はい、まあ、中堅かなと思ってると思うんですよね。だとしたら僕と同じ理解ではあると思います。僕の目指しているところは押し切りさんや石黒さん、はい、ただ、はい、それを言われると、はい、映像研のパンチ力はもうすでに、はい、俺を超えていると思うので、うん、そこを目指していくと言われるとちょっとなんかムズムズするな。なるほど。そうですね、まあこれはその敵の漫画をどのようにこう捉えているか、ね、そうですね、これはね。敵、うん、そう、でもそれを言われたら今俺は手塚治虫の漫画を何とポジショニングするか考えなきゃいけないんだよ。さあ、そうですね。で、だから手塚治虫と同じこと考えてるっていう点では超大物って。うん、もうなんかもうそこの話をね、いい方に行くとただの痛い野郎になってしまうんですよ、ね。あ、まあそれは確かにそうなんだよな。だから、そう、まあ皆さんもうお分かりかと思いますが。まあ、先ほど石黒さんが私の大荒の作品は石黒作品のそれを超えていると言って、うん、なるほどと言いましたが、私はそれをに納得したわけではないと。別にそれについてなるほどと言ったからで納得したわけではない、なるほどそう見えているのですねという意味ですね。だからまあ本当に人はそれぞれその隣の芝は青いみたいなのと同じように、なんかこう、ね、うん、ね、人のことを見るときに自分より上だと見えたりとかすることはあるので、なるほど石黒視点ではそうかみたいなこととして納得したに過ぎない。そうですね、だから多分漫画家は極力数字の話をしないようにしているのに、うん、はい、この間押し切りさんはぶっちゃけたみたいな。藤子不二雄はマイナーなんですねというコメントがあるけど、どう、それは藤子不二雄は大物でしょう。超メジャーだと思うんですけど、超メジャーですよ。藤子不二雄って雑誌に書いてあったら多分売り上げ変わると思いますよ。そうですね、雑誌っていうのは漫画雑誌じゃなくて、なんつうのかな、ダヴィンチみたいな情報誌、あれにでも、藤子不二雄特集って書いたら売り上げ変わるぐらい。そうですね、そうですね、だから大物の定義だと、うん、確かに、そうか、そういう定義もあるな。
雑誌に特集が組まれるとかいうの、それもでかいかもな。なんかこう、うん、年齢のことも考えてしまうからな。中堅っていうとやっぱり、ああそうですね、ね、さっき俺も20年とか言いましたけど、うん、あ、めちゃくちゃ売れてるジャンプ作家でも20代だと中堅って言いたくないというか中堅だと思えないっていうのは、うん、大原さんも20代ですけどね。そうでしたね。そうでした。なんかもうなんというか20代を感じないですね、喋ってると。ああ、それは良かったな。そのやっぱ落語家って声と見てくれがやっぱ大事なんですよね。若く見えない方がいい、落語家は。いや、なんかね、そこでもその人生の悩みがあるんだよな。その20代中盤、25歳ぐらいの時に、まあ、24かそのぐらいで僕は、漫画を書いてデビュー して連載を始めたんですけど、その頃は、まあ、まだとりあえず今そネームバリュー云々の他にこいつは若いのに才能があるぞっていう看板が使えるんだったらそれを使おうと思って、若さは数字の上での若さは使いたかったんですけど、まあこれから30歳になるので、まあ、そろそろそれを引っ込めると、そうすると次に何かこうなんですかね、やっぱり僕心配性なんですね。作品以外のものでも周りを固めておきたいという。いやー、うん、まだこれから30か、若いな。そうなんです。若いぞ。そうなんですよね。すげえな。30代の頃、石黒さんはどのような30代を過ごされましたか？30代は、そうだな、なんか、それ待ち、はい。そうですね、それ待ち、うん、それ待ちだな。それ待ちの第1巻はいくつだったんですか？一巻はいくつだったかな、27で確か始めたから、はい、27か8かな、一巻。なるほど、焦るなこれは。いやいや、そこはもう焦る必要ないと思うな。ふむ、だから30代はもうひたすら、はい、バリバリ書くことしか考えてなかったみたいな感じだったな。それ待ちに捧げた30代みたいなこと、俺ツイッターに書いたような気がする。なるほど。確か眠るバカを20代で書き終えて30になった時に単行本が出たような気がするんだよ。で、あれは20代でしか書けなかった、はい、青い漫画だみたいなことを俺の中の評価として持っている。なるほど、感じです。眠るバカね、名前を言うだけで恥ずかしいな、あれ。あ、本当ですか。でもあれはでも世間での評価はご存知ですよね。そうですね、そうですね、高い評価を。恥ずかしいですが、はい、まあそのなんだろうな、評価が高いという気持ちもわかるんですよ。はいはいはい、あ、もう純粋に悩みや葛藤をそのままぶつけたので、うんうんうん、あの感性が似ていれば誰にでも響くはずなんです。うんうん、だからまあまあ。ラストもいいんだよな。もう今だったらあんなラストは書けないな。え、眠るバカ 1.5 巻とかあるのか知らなかったんだが知らなかったんだが、なんだこれは。ああ、1巻が出た時に1話だけなんかあの続編というかあの番外編を書いたんですよ、コミック流に。はい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 、はい、それの収録先がなくて、はい、急遽その担当さんが、はい、あの付録の冊子に
収録しようみたいな感じで、後からコミック流の付録として眠るバカ 1.5 巻みたいなのが確かついたんですよね。なるほど。それのことです。くそー、持ってないぞこれ。うわ、4700円あるからあげますよ。まあちょっとお借りするだけでも全然。いやいや、いいですよ。本当ですか。そんなに余ってるようなものですか。余ってるというほどはないんですけど、はい、あのまあ、大原さんにお会いする機会があったら、あ、分かりました。上げてもいいぐらいはあります。はい、4節ぐらい確か。あ、本当ですか。あるんで、はい。じゃあ、大原邸保管分ということで、はい。はい、あの、必要なときは言ってくだされば。いやいや、いいですよ。あげます。ありがとうございます。あと、あの、はい、約束通り、あの、無事天国大魔教が完結したら、はい、あの、俺が作ったキル光線のモデルも大原さんにあげます。うわー、くれんのか、嬉しいな。うわー、これ家建てなきゃいけねえな。保管用の保管用の、いや、なんかこれちょっと本当に切実な問題で、あのうちってあのもともと今私が住んでる家って人間が住むために作られた家じゃなくて、はい、あの舞踊の、そうなんですよ、あの踊りの稽古場と、あとあの、まあ、親戚一同が集まったりとかするためのその、人を招く、まあ、なんだ、離れとして作られたところが、まあ、離れとして作られたという以上、母屋の後に建てられたんで比較的新しいってことでそこに住んでるんですけど、うん、収納とかが一切なくて、そうですね、聞いただけでガランとしてる。そうなんですよ、ただの箱なんですよね。で、座布団をしまっとくような押し入れがいくつかあるのと、あと着物をしまうウォークインクローゼット的なものが4畳半みたいなの一つあって、でその4畳半にも私は寝てるんですけど、うん、島橋が本当になくて物が、うん、だからアパートを借りたりするかとか、なんかそんなことを考えて、もしこれで小さな家を建てて、で今住んでる家を倉庫代わりに資料や雑誌を置いたりとかするんであれば、私はより稼がなきゃいけないっていう、そういう、そう、ほぼ公民館だっていうコメントありますけど、そうです。そうです。そう、公民館に住んでるんですって言えばいいんだ。そうだ。うん、すげえ。いや、キル光線いただけるという、はい、いやー、あの電池って特殊なんですよね。あ、そうですね。あれちょっとまた改めて読んでてびっくりしたんですよね。キル光線だって炭酸電池とかをパックで持ってて、それをあの宿のおばちゃんにあげたりとかしてるから、炭酸電池は存在するのに、あのバッテリーの規格は全く違うっていう。そう、そうです、うん、ただもうあの、はい、設定的に、はい、あの呼吸が難しくないと。あ、なるほどなるほど。困るからあんなことにしたんですけど。なるほど、うん、そうか、そこに普通に私は気づかないっていう、なんでだろうと思ってる。そうか。で、あれまたちょっと面白いのが、あのプラスとマイナスがあの上面についてるんですよね、一挙に。そうそう、あの、はい、四角い電池みたく上についてるんですよ。はいはいはい、あれもちょっと面白かった。あれもね、あの銃の構造的に、はい、下から電池をにちって入れて、はい、いらなくなったらスポンって抜くっていう動作をするには、はい、あの、なんだろう、あの反対側に、はい、後から考えれば蓋つけりゃよかったんですけど、はいはいはい、そうですね、蓋がないんですね。あれ、そう、そうなんですよ、はい、なるほど、反対側に蓋をつけるということを思いつかなかったせいで、あんなややこしい形になっちゃったんですよ。思えば大原さんとは電池レーザー、はい、電池レーザーのアイディアがかぶってすいませんっていう
話を。そうですね、あそこから始まったようなところが。そうそう、あそこから始まった感じですね。ありますね。僕小さい頃にあのおもちゃとかあんま買ってもらえなかったんですけど、なんかビットレーサーっていうおもちゃが昔あって、なんか名前は聞いたことがある、はい、ビットレーサーってミニ四駆のチョロ級サイズ版みたいなやつで、あ、充電して、はい、そうなんです、充電式で走るやつだったんですけど、あのそのことと、うん、あの充電式というか電池式のレーザーには直接関係がなくて何ですかその流れで。あのビットレーサーのコースにあの、うん、炭酸電池を置いて滑らせて発射するっていう遊びを一人でしてたことがあって、ああなるほど、はい、シュルシュルシュルコーンって言って物に当てるっていうのをしてて、まあ坂道になってないとあの電池は前に進まないんですけど、まあそれをやってて、あの金魚の水槽に勝ち当てて、そのまんま水槽が割れて水がダーって出てくるっていうところまで最終的に行ったんですけど、でそのあたりでその電池を弾に見立てるっていうで狙って撃つみたいなイメージがあって、あ、でその時は弾だったんですね。そう、その時はその弾そのものだったんです、うん、でなんかこう鉄砲とかそういう戦う系のものとか結構うちでは厳しく取り締まりが行われていたので、なんかその憧れはあるが、うん、そのような遊びはあんまりちょっと怒られそうだからやめとこうみたいなのがあった中で、なんかその見立てる、あ、まあ、ごっこ遊びの延長線上にあの玉みてえだよなっていうイメージがずっとあって、でそれで、スターウォーズを見た時にこれどこにバッテリーパックついてんだみたいなことを思ってこんなおかしい、はい、こんなおかしいよなみたいなことを考えて、じゃあレーザーガンもなんかバッテリーパック必要じゃんってなり、じゃあ電池一発で、まあ私の場合はなんですけど炭酸電池一個で一発しか弾が撃てないってどうよってなって、いいそれ、はい、普通の鉄砲の形してるんだけど、マガジンのところに炭酸電池がいっぱい詰まっててバーンって撃つと薬莢みたいに炭酸電池が飛び出してくるっていうで、レーザーがバンバン飛んでくっていうのを考えて、それを考えてるんだってこう意気揚々とあのついて配信で話してたら、石黒さんがちょうどキル構成を書いてる最中で、そうなんですよモデルまで作っちゃってそれで連絡が来たんですよね、石黒さんから。あのそれにすごく似たものが出てくるけどパクったんじゃなくてかぶったんですって、そうパクったんじゃなくてかぶったんですいませんが、ちょっと、そうそう、本当こういうの勘弁してくださいみたいなそう、分かりますって返信しましたけど、はい、そういうのがよくあるの分かりますって、キル構成もあの俺もスターウォーズのレーザーに疑問を持って、はいはいはい、あの考えたんですよね、やっぱちゃんと充電しないとなって思って。そうなんですよね。でしかもやっぱりあれってバッテリー取り外し式の方が絶対良くて、本体に充電するってなると交換が効かないんで、うん、その鉄砲ごと取り替えなくちゃいけなくなるっていう、そういうのがあるんで、でこういうところでね、なんかこう思いついたように変なアイデアを言うとまた石黒さんも苦しめることになるかもしれないからなんか今、あ、いいこと思いついたみたいなと思いましたけど、まあでもそんなことやんないか、いやでもどうだろうな、なんかあれですよね、うん、あの重機関銃みたいなやつだったらコンセントから直つなげちゃえばいいじゃんって今思ったんですけどああそれはあのエヴァでやったような気がする。あ、そうですね、あれはそうでしたね、あのポジトロンライフルで全部の電源を持ってくるっていうのをやりましたね、うん、なんか電池を発射するっていうイメージはそういえば別にあって、うん、小学生ぐらいの時にギアファイター電動っていうあのロボットアニメが放送されてたんですけど、うん、それも名前だけ知ってるな、はい、水曜日夜6時に放送されてたんですけど、それが
あの電動電池っていう超巨大電池を搭載して動く巨大ロボなんですよね。ああそうだわ、それ大原さんから聞いたから聞いたことあるんだ。あ、なんだ、そうか、そうそうなんですよ。でその時にその電動電池の交換に電池を発射する戦闘機みたいなのが出てくるんですよ。へえ。で電動がロボットが電池切れになった時にバシューってこう射出して、あのイジェクトしてからその空いた穴のそのスロットのところに飛んできた飛行機が電池を電動電池を打ち込むっていう。いやそれでなんか電池と玉のイメージが結びついたかもしれない。なるほど、はい、そういうギミックって子供の時見ると燃えちゃって残りますよね、はい、そうですね、残りますね。昔やってた勇者ライディーンだったかな、あれで、はい、飛びながら補給しなきゃいけないみたいな話があって、はい、飛んでる状態で補給機がやってきてドッキングして補給するみたいなシーンをライディーンじゃないかもしれないですけど見て、はい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 、熱いなって子供の頃思った覚えがあるな。いやいいですね。なんかそういうのの作戦の偉いのが昔あったんだよな。なんかイギリスからなんか地球半分超えてどっか飛んでって攻撃するみたいな、なんかそういうのあったんだよな。戦闘機となんかもう超長距離の、輸送機に給油 しつつ、あ、じゃあ給油機に給油しつつ飛ばして戦闘機に給油してみたいな、なんかおおやばいっすね。なんかブラックバック作戦、あ、これだ、イギリスアルゼンチン間で勃発したフォークランド紛争において1982年5月1日から6月12日にかけてフォークランド諸島で行われたアルゼンチン軍に対するイギリス軍の空襲作戦。うん、その図がやばいんですよ。それやられるとは思ってないから、そこをやってしまうのが作戦だし、熱いな、とんでもない作戦だな、ね、往路支援と復路支援で飛んでいくために何度も島から補給して、で爆撃機を何度も飛ばさせながら帰りの補給も、給油機を出してみたいな。はあ、もう10機ぐらい飛ばして1回の爆撃をやってるみたいな、なんかそんなことなのかな、なんかそういうなんかやばいやつ。やばいですね、なんかね、締め切りがいっぱい重なってて、やってもやっても終わらない気分になってきて、ちょっと辛くなってきた、この作戦。今読んでますか？いや、今説明を聞いて。あ、はいはいはい。いや、なんかそう。だんだん。後で URL を送ります、もっと。はい。よし。ということで、約2時間50分話していますが。おお、結構喋りましたね。はい、結構喋りましたねと、いつも結構喋った感じが。あんまりないですね。俺は結構なんか喋った感じがする。なるほど。結構途切れずに、なんか、面白い話をしていたような気がする。はい、そうですね。うんうんうん。よし。じゃあ、一部を残してこの辺りにしておきますか。そうですね。大体俺がメモしてたやつはみんな。そうですね。だかな、僕が書いてあるラストのメモは、書きたい漫画と売れる漫画と、つらと漫画の経済家庭生活って書いてある。つらこれはあまりにもでかい話なので、今回は、ね、あとね、それ、はい、もうちょっとそれを達成した人と話した方がいいんじゃないかな。なるほど。俺の感覚だとそれ、はい、今真っ最中って感じで。はい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 。書きたい漫画と売れる漫画の真っ最中。それも真っ最中だし。
経済、家計、あ、家庭と生活。そうそう、いやだから、まあ、そこについては僕は未経験なため、まあ石黒さんに聞きたいというのも、まあ、なくはないですね。あのね、はい、これ最中だから、はい、もう見えていない感じがする。なるほど、暗中模索。暗中模索ですよ。なるほど。ということが分かった。振り返って見ると、はいはい、よくこんな危ない橋渡ってきたなって思います。なるほどな。でもなんかその話はちょっと聞きたくはあるんですよね。まあただ僕が糧にしたいというだけなんですけど、僕が、いいですか、話せる範囲で良ければ、はい、あの、はい、話します、うん、俺もよく消化しきれてないから、はい、なんかもしこう過去に怖い、その家庭生活経済にまつわるその怖いことがあったんだとしたら、まあ、僕はそれは気をつけようと思うっていう、ただそれだけなんですけど。ああ、あの、もう、はい、大原さんは過ぎてしまっているんですけど、はい、俺が一番過去に、はい、ピンチというか、憤りを感じたのが、はい、あの、フリーランスが駆け出しの時に、はい、いかにこのそれを、なんだろうな、そこに一つ壁があって、うん、そこを超えるかどうかでふるいにかけるようなでも本は、うんうんうん、それ待ちの多分一巻が出るか出ないかの頃がそれにあったんですけど、はい、1年間、はい、行きたいところにも行かず、うん、欲しいものもろくす買わずコツ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 と書いて、うんうんうん、原稿料でだいたい貯金が、はい、少しできて、はい、で単行本が出て、はい、それの最初の少ない印税が入ってきて、はい、その年の、税金でその貯金全部持ってかれたんですよ。きちー。俺ははい、ルールを割と重んずる人間で、はい、歩きタバコとかも大嫌いだし、ポイ捨てとかも嫌いだし、はい、まして脱税なんてする気は毛頭なく、はいはいはい、正直に払うべきものを払おうっていう人間だったんですけど、はいはい、あの仕打ちがあまりにひどすぎて、払うお金に毒を塗って払えないかと思いましたね。発想、払うお金に毒を、いや、つれえな。いや、そうですね、まあわかります。そこを超えると、はい、むしろサラリーマンよりは、儲かるんじゃないかみたいなゾーンに入っていくんですけど、うんうんうん、あのフリーランスを蹴落とす壁やばいですよ。やばいですね。いやだからただもう死にますよ、ね、本当に。マジで死にますよ、あれ。うん、もう思い出しただけで腹が立つ。本当に死ぬんですよね。だからね、だからそこが、いや、なんかこう、すごく本当に良くないと思うのは、なんかそこで消えてった才能ってあるじゃんの。うんうん、あると思いますね。はい、本当に辛いんだよな。なんかこれまた真逆のことですけど、逆に宮崎駿に金が流れていく世界で本当に良かったって思う。そうそう、あの人が儲かって良かったって本当に思う。うん、ね、本当ですよね、うん、というようなところですかね。うん、最後の最後の配信前にちらっと書いたメモには、芸人の売れないエピソードとか売れなくなった時のエピソードとかを僕はむさぼるように最近見てます報告ですね。あ、まあ、なんかもう小さい頃からなんですけど、なんか一発屋芸人とかにものすごい興味があって、
あ、こうならないためにはみたいなのすごい考えてましたね、小さい頃から。なるほど。はい、そんなです。いや、あの、はい、割とそれはあの、なんだろうな、マイナー趣味にもなるし、はい、作品にも活かせるし、いいんじゃないかなと思います。はいはい、あとはもう生き方ですね、僕の生き方。うん、なんか税理士、僕は本当に計算とか絶対無理で、絶対、うん、まあ、意図せずに脱税とか絶対あると思ってるので、税理士をつけているんですが、うん、まあ、俺もつけてる、はい、必要経費、うん、もう完全なるこれ以外にないというほどの必要経費だと思っていますが、それでなんかあの作品がヒットしたりとかした時に、まあ、まだお若いんで、あのいきなり大きなお金を手にしたりとか、例えば発行部数がドンと上がって、あのまとまったお金が入ってくるような時に本当にたくさん使っちゃうことがあると思いますけど、あのそういうのはしないようにみたいなことをすごい税理士に言われたんですけど、うん、するかボケって思ってました。そうですね、大和さんはしなさそうですね。しなかったですね、うん、もう将来親を老人ホームに入れるためにも貯金すると思っているので、うん、あと物欲がなくなって使わなくなると、はい、税理士が困りますね。なるほど。あの節税を、はいはいはい、節税をするために、はい、来たのにどうやって節税しろとみたいなことを言われますね。漫画家ってだからアシスタントの賃金を上げるっていうのが、そうですね、そう、うん、そこに来ますよね。どんどん上げてますよ。あ、いい、いいですね、それはいい、いい話。私ももうなるべく、あの新人だからといってそういうところはなんちゃらかんちゃらうやむやにしねえぞのつもりで、かなり初期から、いいですね、はい、上げるようにしてますね。本当にだから生活がちゃんとアシスタントが生活できるレベルにして、最終的には出版社に、おら金足んねえぞ、おらおらみたいな、ジャンプしてみろよみたいな、チャリンチャリンみたいな、そういうことをやろうとしているという。俺、大原さんの配信聞いてて、はい、あのサバイバルのために車を買うっていうのはどうかなと思ったんですよ。はい、ああ、はいはいはい。結構なお金かかるし。はい、ただよく考えるまでもなく、俺免許持ってなかったな。あ、免許がないのか。そうなんですよ。そうか、しまった、免許がないなと思って。俺も結構あの、はいはい、余計なサバイバルを考えるたちで、はい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 、いやー、あの読んでても分かりますよ、はい。あの1年ぶりに、はい、あの地震が来た時用の防災バッグを、はいはい、点検したら、ほうほう、めちゃくちゃ重くて何を入れたっけと思って出していったら、はい、そういえば、はい、あのもう地震じゃなくてもゾンビサバイバルを想定しているから遠くに見える人影が人間かゾンビかを判断するためのでかい双眼鏡とか、はい、そんなもの入ってた。あとゾンビと接近戦になった時に、はい、皮膚を噛まれずに戦うため の、 あの、はい、拳のところにあのが硬くなってるタクティカルグローブ、はいはいはい、ありますね、とかそんなものが入ってるんですよ。だからあのそのサバイバルの時にその、うん、寝泊まりができる車っていうのを配信で聞いて、はいはいはい、あ、いいなと思ったんですよね、はい、あれはそう、そうですね、僕も節税のために車を買うみたいなことはしましたけど、でも、うん、僕の普段使いのリュックはライトが3つ入ってますね。あの、うん、知ってますよ、大原さんのリュックはクソ重いですよ。そう、そう、そうだった。見せたことありましたね、はい、あ、タクティカルグローブも入ってますよ。あ、そうなんですか。入ってます、入ってます。
あれはあの暴漢が持ってる刃物を素手で掴むっていうのと、あとまあ殴り合いになった時に手を怪我しないようにとか、あとロープ伝って逃げる時に手を焼かないようにとか、なるほどね、はい、そういうのですね。なんか石黒さんがその天国大魔教で車を登場させましたけど、あのレンジローバーみたいなやつと、あと三菱のあのあれ私が一番好きな車なのに名前が突然飛んだどれだろう、三菱デリカだ。あ、デリカ、はい、デリカの古いやつだと思うんですけど、主人公が乗ってるやつですか、ね、あ、2号だった、はい、2号じゃなくて11号だけどっていう、あれデリカの古いやつですよね、デリカスタン、あれ大好きなんですよね僕あの車。あ、そりゃよかった、はい、でもあの好きな人から見るとあの、はい、時々デッサンが狂っているので嫌だいや、まあ嫌っていうか、まあそれは人によるんでしょうが、まあ、僕は車難しいんですよ。なく車めんどくさいですね、うん、大きさを把握するのに結構かかりましたよ、うんうんうん、思っているよりも、いろんなものは小さいんだって自分に言い聞かせすぎたせいで、はい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 、この、あのデリカスターワゴンの大きさを見くびっていて、はいはい、ある日結構でかい、これでっかいんですよ、これの後継者と思われるものが近所に泊まっていた時に、はい、こう手を広げて測って、はいはいはい、聞いたら持ち主が帰ってきて怪しい目で見られたんですけどそれで大きさを把握したんですけど、人間の身長より高いし、うん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 、でかいんですよ、いや縦にも長いし。あ、僕これね小学生ぐらいの時にこれが結構人気で結構走ってて、将来これを買おうと思ったんだけど買わなかったな。まあ、でっかいですからね。でかいですね本当にね、うん、最近僕車を買いまして、はい、でかいのを買って、これも、うん、あの税理士と相談しつつ、まあ、仕事に使うならこういうのも経費でになりますからっていうことで、まあ、うん、じゃあ最近、まあ、今まで軽自動車だったんですけど人を乗せることも多くなってきて、で、コロナ以降電車ではなく車で移動することも多くなりで買ったんですけど、うん、今までにないクソデカ車だったので、うん、購入して2週間で擦りましたね。ああなるほど。で今日直してきましたそうなんですよね、はい、そんなです、そんなですが、そうそう、車中泊は軽自動車で十分というのもありますね。ただあの、はい、なんだっけ、なんとかシート症候群で、ああエコノミークラス症候群、エコノミークラス症候群、はい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 、あれで突然亡くなったっていう震災の時の話を聞くと、はい、とても胸が痛く、そうですね、なるべく器具こともあるにはでかい車を与えてあげようと思ったんですけど、はい、ただそのそういうリアルな話聞くと、はい、電動カートを整備していたくらいの、はい、キルコがあんなでかい車を乗り回すのはちょっと無理なんじゃないかなって今思ってきましたよ。いや、それはいけると思いますね。ますかね。いや、なんかその先っぽのところをするとかそういうことはあると思うんですけど、基本的にはそのタイヤの位置、曲がる方のタイヤの位置と後輪がどのぐらい後ろにあるのかだけ、うん、なんとなく把握していければ当たらないように運転できるようになるので、はい、あの内輪差というのがあるので、うん、はい、ハンドルを切ったところからだんだん回っていくと、あの後輪の方がそうそう、そう、ずいぶん内側を通っちゃうんですよね。そう、そこに三輪車が巻き込まれる事故がみたいな、そうそうそう、話を聞いたことが、
それがなんとなく把握できていけばもう体のように体の延長のように操れるので、まあ大丈夫なんじゃないでしょうか。なるほど。あとはもう免許を取るのに年齢はさほど関係ないのではないか説っていうのもあり、最近あの伊集院光さんが大型の免許を取得したんですよね、うん、バイクの。ああ、53か4かそんぐらいの時だったかな。でも免許は持ってて、今までは原付きしかなくて、高校生の時に取った中型バイクの免許は、うん、取り消しになって免取りになってるっていう。あ、それで取ったのか。それはすごいな、はい、でそっから50歳にして家にずっと置いてあってボロボロになって錆びたバイクを修理するにあたって、まあ、ゴリラっていうバイクだったんですけど、 50cc のバイクを修理するにあたって、うん、エンジン積み替えねえといけねえなってなって、友達にエンジンもらったら 80cc あって、それでボアアップしたエンジンだったんで、これ原付の免許じゃ乗れねえよってことになりどうするってなって、じゃあ免許取るわってその日のうちに免許取りに行ってみたいな。ああ、すごくなんか伊集院光っぽいエピソードだな。でサビ落としがめちゃくちゃ楽しくてずっとサビを落としてるっていう話をしたりとかなんか耳に浮かぶそうなんですよ。なのでまあ二輪よりタイヤが4つついてる方が楽なんじゃねえか説と、まあでも通わなきゃいけないとかありますけど、ね、そうですね、もう今から覚えるのが辛いフ免許はもう、うん、いいかな。はい、じゃあもう押切さんが取った時に取るべきだったんですよ。ああ、そうだ、そんな話がありました。あん時あの自称中堅漫画家界隈でちょっと今からでも取ろうかっていう機運があったんですよね。はいはいはい、はいはいはい、うん、鹿川祐希さんが脱落したとか、なんかその辺押切さんから聞いたことあると思うんですけど、はい、あの時俺も鹿川さんが取るって言ってたので取ろうかなと思ったんですけど、はい、取らなかったですね。あの時取るべきだったね。浅野さんもなんか免許、そうですね、そう、浅野稲夫さんもこれツイッター見ると2018年ですね。でも浅野さんは俺より4つぐらい下だからな。うん、さらに2018年だから、うん、そうか、うん、うん、2018年の6月2日に春から自動車免許の教習所に通ってたんだけど今日ようやく卒業できたって言ってますね。春からってことは3月としても3ヶ月でやってて、戦車買うぞって言ってますね。さすがですね。伝え聞きだけでも吹き出してしまいました。なんか確かでも浅野さんロードスターかなんか乗ってる。マツダのオープンカーに乗って、オープンカーね開けるもんじゃないって言ってました。確か、俺車の名前を聞いても全く分かんないんだよな。わしも分かんないですけどね。いやー、ほんとなんかこうメカを描く作家みたいな感じの風に僕はなってるんですけど、全然。ああ、そうですね、なってますね、うん、なってるし、そういう仕事が来るし、それの延長でメカがだんだん描けるようになっていってるんですけど、知らない知らない。押切さんがゾンビ出たら教えますよ。教えてもらう、うん、教えてくださいゾンビ出て教えてもらっても
手遅れだという場合もあるからな。押し切りさんが連絡の取れるゾンビの可能性が。ああ。うん。あのね、なんだろうな。押し切りさん、押し切りさん、はい、例の、あれ、打ち切りのせいで、はい、その、そういう、ゾンビ状態の冗談が笑えないので。あ、そうなんですか。いや、その時のその時のは、そのシチュエーションについてをイメージしていたんですが、連絡するよと言っている時、すでにその連絡してきている押し切りさんが その渦中にあるということをイメージしていたんですが、そう、申し訳ありません。本来はその話だと思うんですけど。うん、でも押し切りさんが言っているのに。そうですね。これはセンシティブな話題にすればするほど押し切りさんの中で、そう、申し訳ないので、余計なことをしてしまうので、うん、いや、うん、それぐらいショックだったんですよ。そりゃそうですよ。でもあそこまで面白に変換して動画編集する力のありようがすごいですけどね、うん、あれはもう天才としか言いようがない。天才としか言いようがない。俺ら絶対できないよ。いや、だから、いや、そこなんだよな。で、今回の配信も完全にその押し切りさんのことを想定しながら僕は作ったわけですけど、押し切りさんは BGM をちゃんと作って載せで、アニメーションメパチまでさせて、背景まで動かして、で電車が走る音とかまで入れたりとかして、で浅野さんとの対談の時は場所を何回も移すっていうのまで入れているけど、うん、僕ができたのはここまでなんですよね。でもめちゃくちゃ意識しましたね。意識しました。ずっと見てた。だからそのあれですよね、エンタメに昇華するというその能力がとモチベーションがめちゃくちゃ高いんですよね。そうですね。 あと俺が押し切りさんをめちゃくちゃ意識してるのって、はい、なんかね、妙に似ているところと反対なところがあって、はい、もともと同じ人間だったんじゃないかなって思うことがあるんですよ。はい、で、俺が選択したかったけど、うん、選択しなかった方向を押し切りさんが選択したみたいな感じがするんですよね。おお、なるほど。音楽が作りたかったけど、うん、今一歩足が出なかったけど押し切りさんは作ってしまうし、うんうんうん、これ映像が撮りたかったけど撮らなかったけど押し切りさんは映像を撮るし、うん、俺一発書き漫画を結構書いていたのでこっちの方向で行こうかなと思ってたんですけど、やっぱり下書きする漫画家になったけど押し切りさんそっちを撮ったみたいな風に、うんうん、そうですね、うん、押し切りさん一発書きですからね。そうなんですよ。なんかね、神とピッコロみたいな感じがするんですよ、押し切りさんは。押し切りさんの面白い話で言うと、もう完全に下書きをすると絵が下手になるっていう話をご自身されてましたけど、うん、と思ってるんだよね、うん、そうそうそうって思ってるんですよ、うん、俺は思い込みだと思うんです。あれは面白い。まあ、そう、じゃあそんなところにしておきますか。そうですね、1時を回りました。皆様の体力も、ね、そろそろ結構な時間、はい、10時に始めたんでしたっけ。そうですね、3時間15分経ちました。俺が仕事で聞くときの動画だと3時間15分ぐらいあると嬉しいなと思うから、なるほど、だから作業する人にはちょうどいいぐらいの長さになったと思う。はい、はい、人の心は救えたかなという、はい、そうですね、はい、関心の底がちょっとでも、
よし。いやー、なんかこうコロナが明けたらうんぬんの話もありますが、本当に石黒さんとまた探検がしたい、ちょっとお渡ししたいものもあるし、そうですね、その話もありました、うん、もう内密の、あの物の物のやり取りが、いやー、そうなんですよ。よし、ということで、じゃあ締めるときはサクッと締める、はい、本日もご清聴いただきまして誠にありがとうございました。今回は漫画家トークと題しまして、私大原澄人と、石黒正和先生のートークを披露いたしました。押し切り先生は5時までやってほしいとおっしゃっておりますが、それは人間を超えるので、はい、そうですね、はい、俺も明日の息子の幼稚園の支度があるので、そうですね、ということでありがとうございました。ありがとうございました。はい、音声を配信の音声を切ります。